すぐに始まる麻雀欲しいよ話よいーちゃんりゃんちゃんやめられ止まらない楽しい夜更かし明日は休み やっぱいいよな愛と青春の旅立ちってよ何回見ても泣けるっつうかさ何したらお前そう思うだろうああいやちょっとああえいやでもさちょっと待って何してんだお前なんで消しちゃうんだよえ何がなんで消しちゃうんだよああいや終わったから終わってねえじゃんよえ、終わったじゃん終わってねえじゃんエンドロールあんだろよああ、エンドロールかああ、エンドロールかじゃねえよお前ああ、もうびっくりねえ、映画っていうのはさエンドロールも含めて映画なんじゃないのえ、なんでエンドロールなんか見たいの字が出てくるだけじゃん字が出てくるだけじゃないじゃん嘘お前の名前が出てくるの出てこねえよ俺よ出てきたらもっと自慢してるぜ俺よああそっか、じゃあなんでエンドロールなんかが見たいの俺はさ映画の余韻に浸りたいんだよわかんないかなこうほら最後の曲がこうパーってこう出てる時にさこういろんなこと考えないあーあんだなーとあのシーンはあったなーとかさああの時なリチャード・ギアはあんなこと言ったけどよこれもし俺がリチャード・ギアだったらこんなこと言ったなーとかねあリチャード・ギアはあの時こうしたけどこれ待ってこれもち俺がリチャード・ギアだったらこういうん俺がリチャード・ギアだったらん俺がリチャード・ギア俺がリチャード・ギアか何見てんだよ何だよ何下げすんだ目で俺のこと見てんだよ見てねえよ見てんじゃねえかよ見てねえよまあなまあ確かにまあ分かるよまあ俺とほらなんつうのこう世間一般で言うとこのさまあ芋じゃんまあね、ね、まあ服装とかそういうこと言ってんでしょいやまあ顔が一番だろうけどまあ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 服装とか雑誌とか見ればいい雑誌とか見ねえなファッション雑誌でしょそうそうそうあ見ないねまあ黒でねこう統一するとかあるじゃんなるほどな、うん、あまあそういうの含めてまあ芋っつうかまあ芋ってなんだよお前俺芋じゃねえぞしたらなんだよしたら俺芋じゃねえぞ自分で言ったんだよ芋じゃねえんだよそれいいよ分かったもういいよもういいよお前それなんだそれはよお前さ、こう自分の立場っての分かってんのかなお前はよ、この家の居候なんだよ俺わざわざ済ましてやってんだぜ今それ関係ねえだろ関係大ありなんだよお前なんつうのかな、こう俺に対してこの感謝の気持ちってないんだろうねああすまんな、ひむだとこの家済ましてもらって悪いなって気持ちないんだろうねあるよねえぜ、お前あるよお前あるとしたらよ、人が映画見てるのにその途中で止めたりしねえよ途中じゃねえじゃん、終わったから止めた終わってねえ、デンドロールって言ったよね、それさっきねねね、したらね分かった分かったじゃあエンドロールだけ見りゃいいじゃん何エンドロールってのは流れで見るからすげえいいんだぜ俺も一回現実世界来ちゃってるからよもうエンドロール意味ねえんだよ、うん、じゃあ最初から見りゃいいじゃんやだよそんなのなんで俺エンドロール見るために頭から見るのか今バカみてえじゃんよ俺エンドロール大好きな人じゃねえんだぞ大好きな人だよつうか待ってよこのな愛と青春の旅立ちこれ俺が借りてきたんだよだからよ俺がいつ止めようか勝手だろああそういうこと言う人じゃあ俺こういう人になっちゃうかなあじゃあよこのビデオを見るために使ったこのデッキは誰のだよおいこのテレビ誰のだよお前が座ってるこのソファー誰のだよほいこのテーブルだよこれ誰のだよこれ誰の全部はいこれ私日村さんのでーすぐちぐちうるせえなもうぐちぐちってなお前ちょっと立てなんだお前もう出てけよ何ここ俺んちなんだよお前出てけもうよお前は俺に対する感謝の気持ちとかないんだよなきっといやあるよあるありがてえなと思ってるよあるんだうんへえオッケーじゃあよ謝れよえ日村さんが見てる映画の一番いいシーンで止めてすみませんでしたって言えお前一番いいシーンってだってエンドロールじゃん言い訳すんなおめえもちゃ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 って謝ったら終わりなんだよちゃちゃちゃって謝るほら分かった謝りゃいいんだろちょっと待って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  OK じゃあお前こう言えよ謝った後に日村さんはリチャード・ギアよりかっこいいですって言えなんで俺そんな嘘つかなきゃいけねえんだよ嘘ってどういうことだよお前お前だって何リチャード・ギアよりかっこいいわけがねえだろそれ顔でしょ顔だよなんで顔で言うのお前さ何が俺が言ってんのはさいわゆるその性格も含めたトータルだよねトータルで俺とリチャード・ギアっていうそういう話でしょ何言ってる性格とか入れたらさらに差がつくってことだよお前お前ちょっと聞くよお前はよリチャード・ギアの性格とか知ってんのかよお前が知ってんのじゃあ性格
うるせえよお前言えよ、俺がリチャードギアよりかっこいいって言えな、女にモテモテ忘れリチャードギアだお前って言え。なんでだよお前、女なんかモテねえじゃんかよ。つうかよ、一回聞こうと思ったんだけど、お前さ彼女とかいたことあんの？うわバカだバカだね、バカだね。ね、聞こうと思ってたらなんの？おいいじゃん言っちゃろうかよ、うん、言ったけど俺はな高校時代なものすごい可愛い女と付き合ってました。はあ、しかもな俺はな高校時代なバク転もできたんだよバンドも組んでたしね、あ、俺ブレイクダンスもできたんだよ。嘘つけよ。嘘じゃねえ、嘘じゃねえ。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 なんだ、わけわかんないことやってんじゃねえ。違うよ、違うよ。可愛い子と付き合ったのが嘘だろっつって。嘘じゃねえよ、それ言っとくけど。あーしいよ、じゃあ分かったよ。じゃあもしこれが嘘だとしたらね、俺もう二度とお前のこと出てけとか言わねえよ。つかもういいや、もういいや、この家全部おめえにやるよ。本当に？やるよ。お、マジで？いいよ。おお、じゃあ、あの証拠見せろ。あ？可愛い子と付き合ってたっていう証拠を見せろ。あ、証拠か？見せてえなー。あ、ねえからだろ、お前。違うよ、違うよ。すげえ可愛い。あれだよ、ほら、下のコンビニのよ、ほら、あのエンジェルマートのほら、立花ちゃんいんだろ。立花ちゃんより数倍可愛いぜ。お前、立花ちゃん相当レベル高え。そうだよ、それより可愛いです。いや、嘘だよ。じゃあいいから言えよ、お前。俺がリチャードギアよりかっこいいって言えよ。やだよ。言えよ。やだよ。言えよ。やだよ。そしたらもういい、言えよ。俺言わねえよ。言えよ。やだよ。今いいじゃん。やだ。言えよ。やだ。なんだよ、お前ら。大声出してよ。おお、おぎ聞いてくれよ。こいつがよ、こいつがな、自分がリチャードギアよりかっこいいとか言ってわめいてんの。わめいてねえじゃん。わめいてねえじゃん。わめいてんじゃん。こいつよ、自分のことがな、リチャードギアよりいい男だと思ってんだ、この顔でよ。顔じゃねえじゃん。だから俺が言ってたトータルなんだよ、トータル。トータルで俺とリチャードギアって話つってんじゃん。トータル、トータル、うるせえんだよ。そういうの含めたら余計差がつくつってんだろ。大体よ、お前リチャードギアってなんか性格良さそうじゃんか。なあ、そう思うだろ、おぎ。したら、それは違うぜ。俺、リチャード・ギアはすげえ性格悪いと思うよ。おぎ、俺、役者じゃん。だから分かるんだよ。あいつの芝居は嘘だよ。ああやってさ、いいやつを演じてるやつほどすげえ性格悪いんだよ。そうだそうだそうだ、そうだよね、おぎね。おぎはやっぱ俺が味方なんだよな。おぎ、お前はいつでもよ、風呂入ってきていいぞ。でも勘違いすんな、日村。え？それでもお前はリチャード・ギアより格好悪い。俺、役者だからさ、人を見る目があるんだよ。そんな俺から言わせてもらうと、お前はリチャード・ギアに比べて段違いにカッコ悪い。ちなみに役者の目で見なくても段違いにカッコ悪い。おめえ裏切ってんじゃねえよ。裏切ってねえよ。最初からお前の方が段違いにカッコ悪いと思ってんだよ。うるせえよお前よ。ああ家に風呂もねえよな。売れねえ貧乏役者がてめえガタガタ言ってんじゃねえぞ。ああそれ言っちゃう。俺言っちゃうね。俺は言っちゃうよ。お前よ、それよ、演劇界の欲だね、プライドとかあんだろ。お前どうする。お前よ、下北の汚い居酒屋かなんかでよ、ずっとダメ出し食らってろ。気持ちが悪い。気持ち悪いっつってた。気持ちが悪い。そんな言い方することねえだろ。おぎ、こんなになっちゃったじゃないかよ。しかりそんなことかもしんじゃねえよ。トリーター風船やよ、俺に貧乏したらよ、俺にガタガタ抜かすんじゃねえぞ。イブラ、お前リチャードギアより性格悪いからな。つうか誰と比べても性格悪いからな。だから女にモテるんだよ。何今そこに行き着くんだ。今女関係ねえだろ。あ、そうだそうだ、おぎ聞いてくれ。こいつよ、高校時代すげえ可愛い子と付き合ったことがあんだって。え、あのな、下のエンジェルマートの立花ちゃんより可愛いとか言ってんの。マジで。 あとバク転もできて、バンドもやってて、なんかブレイクダンスもできましたとか言ってんの。そんな嘘で決まってんじゃん。ブレイク嘘じゃないじゃん。なんだよ、何渡してんの。な、違うんだよ、だから可愛い子と付き合ってたのが嘘だろっつってんだよ。嘘じゃないっつってんじゃん。嘘だよ、嘘くせえ。嘘じゃねえっつってんだろよ。ああそうだ、これがもし嘘だったら、うん、この家俺にくれるっつったんだよな。な、マジでマジでマジで、うん、あ、だからこの家が俺のもんになったら、おぎがいつ風呂入りきても何しても俺文句とか言わないからね。したらお前いいやつだな。ああ、おい日村、証拠を見せろ。おお、そうだ、お前が可愛い子と付き合ってたっていう証拠を今見せろ。おお、くれくれくれ。そう、うるせえよ。勝手に探せ証拠なんか。おめえらがバカ。あいつがよ、大体お前可愛い子と付き合ってるわけねえんだよ。そうなんだよ。ああ、よし、おぎ、あ、証拠探すぞ。そうだな、でもどうやって、うん、あ、どうした、証拠か。ビデオ返さなきゃいけないんだ。これを一日もう延滞してんだよ。やべ、店が閉まっちゃうからさ、ちょっと行ってくんな、バイ。そっかそっか、よし、うん、寒い。俺の電話だ。おい、お前らがよ、その電話こっちに持ってくるか、それとも俺が取りに行くか、どっちかいい、言え。
どっちがいいっつってんだろうよ。やるわ。どっちがいいかって言ってんだ。はいはいはい。な、いねえんだよ。絶対いねえんだよ。あ、切れちゃった。もうバカ、あ、なっちゃった。はい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 、もしもし。お、矢作。おーおーおお、元気かよお前よ。おお、おお、え、上京してきたの？すごいじゃん。おお、おお、住むとこがないの？いいよいいよいいよ、うち来いうち来い、来ていいって。あ、一人よ。居候がいいんだけどさ、全然気にするな、そっちのこと。いいよ、おいでよ、いいんだよ。あ、高校時代のな話でもしてさ、パーッとこう盛り上がる。あ、ダメだ、それやっちゃダメか。あ、ダメだ、矢作、やっぱ今日ダメだ。違う、今日ダメなの、記者。いや、ダメダメ、うん、ごめんね、うん、そういうこと、うん、また今度ね、また今度ね、うん、バイバイ、はい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 。なに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 、おい、おいおいおい、もうなんか今いじってたな、おい。いじってたっていいじゃないか。ああ、お前今出会い系サイトしてたろ。やってねえよそんなの。じゃあなんだよお前このエロい空気は。エロい空気ってなんだよお前よ。地元の友達からだよ。今地元の友達？うん、だちょっとまあ泊まらせてくれみたいな、そういう電話。うん、あ、来んのじゃあ。うん、断ったよ。え、なんでなんでなんで。いいじゃん別に。え、あ、お前何、可愛い女と付き合ってたっていうのは、それ嘘がバレるのがまずいからだろ。違うって、それ違うよ。でなんで断ったのじゃあ。ね、あれだよ、だからそのすげえ嫌なやつなの、こいつ。すげえ嫌なやつなの。だからだから。そんなすげえ嫌な。すげえ嫌なやつだよ、こいつよ。あれだぞ、お前。俺高校時代ね、俺さ、好きな女がいたんだよ。でも俺さ、告白する勇気がなかったんだよね。そしたらこいつよ、突然さ、変な石持ってきて、この石を持ってれば、どんな女でも必ず落とすことができるとかっつって、売りつけようとするんだぞ。買うわけねえじゃん。買ったよ、俺はよ。買ったの？買ったよ。バカじゃねえの、お前。そんな石でお前成功するわけねえじゃん、お前。だから、もちろんうまくはいかなかったよ、もちろん。でも俺は告白はできたわけだよ。まあ、振られちゃったんだけど、もちろんね。でもほら、告白する勇気をくれたってことで俺は感謝してんの。ああ、そう、感謝してんだ。感謝してるよ。あ、ってことはあんま嫌なやつとは思ってねえんだ。いや、違う、だから思ってるよ。すげえ嫌なやつだって今でも思ってるよ、俺はさ。あ、おめえやっぱ可愛い女と付き合ってなかったってことじゃん。いや、じゃあそう、だからそれは、はい、それは違う女で、で、その次にはすげえのと付き合ってんの俺。本当かお前。すげえの付き合ってる。な、すげえのと付き合えんのお前、そんな振られといてお前。付き合って、お前本当は付き合ってねえんだろお前。付き合ってたよ。な、いいからな、嘘ならよ、嘘ってちゃんと謝れ。したら俺は許すな、俺はそういう人間だ。もううるさいよお前さ。言っていいぞ、嘘だ。お前風呂入ったんだろ、帰れよもうよ。帰んねえよ、俺まだいるからな。うるせえなおい。俺風呂入ってくるからよ、帰ってろよお前。おい、帰んねえぞ、おいおいおい、俺帰んねえからな。あの、絶対嘘だもん。ちくしょう。おい、もう帰んねえぞ、帰んねえからな。おい、おえ、な、誰、誰。あ、あ、ヤギです。あ、小木です。あのさ、ほら、あのビデオ返し行ったじゃん。で、延滞してるっつったろ。で、延滞金払おうと思ったら金がねえんだよ。で、困ってたら、お金貸してくれたの。で、いろいろ話してたら、今日泊まるとこがないって言うから連れてきた。したら、ちょっと、ヤギさん、ちょっと。あ、ちょっと。ヤギさん、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 全然大丈夫だよ、超いい人だよ。それにさ、ヤギさんさ、すげえいいもん持ってんだよ。なんだよ、これ。なんだよ、その。あ、お前も一緒に聞け。いいから、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 ヤギさん、ヤギさん、あの、何でしたっけ、その話、話。あ、いいから。あ、はい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 。あ、これはね、A さんっていう女性に全くモテないサラリーマンの話なんですけどね。ちょっと待って、なんだろう。いいから、聞きゃいいんだ、聞きゃいいんだ。はいはいはい。もうね、A さんの趣味って言ったら AV 鑑賞と全く成功しない出会い系サイトぐらいなもんですよ。ああ、これモテない男の典型ですよね。そうですね。その A さん、ある日ね、怪我をして病院に入院してしまったんですね。じゃあその病院にいたのはアイドル看護婦の Y 子さん。これをね、一目惚れしちゃって告白しちゃったんですよ。うわ、ありえないわ。だってこれ A さんって全然モテない男でしょ、それがアイドル看護婦でしょ、愛子さん、それ告白ってね、ありえない。え、で、どうなったんですか愛子さんの返事は。ちょっと冗談やめてください。はあ、きついな、これは。冗談で言ってないんでしょ。そうですよ。なのに冗談やめてください。はあ、きつい。まあでも当たり前だよね。アイドル看護婦はね、そんな甘くはねえの。俺知ってんの、そういうの。小木、こういうの知ってるんですよ。あ、本当ですか。で、そんな A さんが手にしたのがこの石、ハイパワートルマリン石。あ、これ。ええ。そしたら A さんのもとに Y 子さんから一通の手紙が届いたんですよ。え、手紙。え、なんて書かれてたんですか。あの告白
信じてもいいんですか。しかもそのアイドル監獄の Y 子さん相当なドスケベだったらしいですよ。うわー入った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 入んない、まだ早い、まだ早い、こんなもんじゃない、この石の力はこんなもんじゃない、はいはいはい、あの出会い系サイトよくやってたって言ったでしょ。まあ趣味でね、そう、うん、あの出会い系サイトでいきなり女性をゲットしちゃったよ。うわー、はいはいはい、驚くの早い、喜んでもらえるのも嬉しいけど驚くの早い。まだなんか早い、あのね、うん、なんとその女性 A さんの大好きだった人気 AV 女優の M さんだったの。うわー早い、すげー、早い、しかもね、はいはい、その M さん、うん、相当ドスケベだったらしいんだよ。あ、だって入っていいんすか。入った、すげえ、すげえ、信じない、だって ね、AV 女優がドスケベってありえないよ、ありえないよ、ありえない、すげえ、すごいでしょ。それもこれも全部このトルマリン石、ハイパワートルマリン石のおかげなんですよ。うわーすげえ、このなんかハイパワー、ハイパワーホルモン石、ホルモン石、違う違う、ハイパワートルマリン石、その席、席、ね、席は決まってた、席、そうそうそう、へえ、すげえ。でもね、でもこの石でね、願い事が、ね、なんでそんなことが起きんのかってちょっとね、はいはいはい、これね、はい、あのこのハイパートルマリン石、うん、これ中国の秘境で発見された大変貴重な鉱石なんですよ。へ、これも科学でも立証されてるんですけどね、うん、まあでも科学はね、これ本当ですよ、あの NASA でも使われてますから。あ、NASA で使ってるんですか。NASA だったら、ね、まあ間違いないよ、NASA だったらね、NASA が好き好んで使ってますから。NASA が好きな、NASA ってね、なかなか好き好まない、ね、できないですよ、NASA、うん、そうですよ、うん、そんな NASA が使ってます。なんでかって言ったら、これものすごい量のね、超波動エネルギーが出てるんですよ。超波動エネルギー、超波動エネルギー、まあ、でもね、でもこんなね、石でそのドスケベな女に出会えるってのはね、うん、ちょっとそれはちょっとね、まあ、それはスケベな女メインではないんですよ別に。ただそのこれ持ってるだけでありとあらゆる幸運がこう舞い込んでくるんですよね。へえ、すごいね。じゃあね、ちょっとね、超波動エネルギーあんま分かんないかな、ちょっと試してみましょうか。ああ、何何、うん、あのこれにね、ちょっと手をかざしてもらいます。ああ、はい、手、こんな感じですか。そうですね、はい、うん、はい、どうする今、なんか感じます。うん、気持ちいいです。でも正直、僕は感じない。うん、感じない。でも気持ち入っちゃうと感じてるかな。まあまあいいです。でもないな、でもないな、うんうん、じゃちょっとね、感じない、うん、目を閉じましょう。あ、目を、はい、目を閉じる、目を、はい、はい、で、精神を集中させるんです。はいはい、集中、はい、集中しました。僕しました。目閉じてます。はい、しました、しました。集中してます。してます、してます。感じました。超波動エネルギーです、はい、今の。もういいですか。あ、すごいすごい、すごい、なんか話した。あ、でもね、一つね、はい、あのこうやってね、やってたのに、うん、こっちじゃなくて、こっちか。俺も同じ。あ、こっちに来た。さっきから言ってますけど、超波動エネルギーっていうのはものすごい量の、あの出てます、エネルギーが、超波動エネルギーが、はい、だから手の甲なんて突き抜けちゃうんです。あ、突き抜けちゃう。そう、突き抜けても本当僕の顔のあたり見てふわってなっちゃう。ああ、今も来た、今もちょっと来た、ね、そうですよ、一瞬ちょっと濡れたっすよ今でしょ、うん、あ、すごい、うん、これが超波動エネルギー、わかります。あ、すごいわ、うん、で、こんなものすごい超波動エネルギーを出すこのハイパートルマリンストーンをなんとですよ、今回。ちょっと待って、ちょっと待ってください、なんか変わってません？うん、ちょっとさっきと違うな。ね、なんだっけ、さっきのハリパラスモルリンマスーンですか。ハイパラスモルリンマスーンですよ。ハイパラスモルリンマスーンがなんとですよ、今回。ちょっとね、特別記念価格制でやってますね。でも、高いんでしょ。12000円で結構です。安い、安い、ほんと、もう結構ですよ。これもう買った。あ、ありがとうございますと言いたいとこなんですけどね、うん、僕さっきあのお金なくて借りたぐらいでしょ、うん、だから欲しいんだけど金が、あ、金持ってる。あ、そうかそうか、ちょっと待ってくれ。あ、もう全然どちらのお金でもこれは結構ですよ、うん、あ、で、うん、あー、ダメだ、6000しかない。だよ、使えねえな、貧乏役者は。おめえに言われたくねえ、おめえの金持ってんじゃねえか。あー、6000しかねえのか。6000だよ、うん、あ、この6000円を12000円にしてたもれちょっと何やってんの。いや、奇跡が起きるかもしんないじゃん、お前も、いや、一緒に望み、叶えたまえ望み、叶えたまえ望み、叶えたまえたまえ望み、叶えたまえ。あ、また来た、なんか、また来た。あれ、いいですよ。え、6000でいいですよ。え、いいんですか。ええ、やさ、矢作さん、すごいいい人だ。違いますよ、この石が2人の願いを叶えたんじゃないですか。うわ、すげえ、
い、じゃあこれでドスケベな女とも出会えるかもしんねえんだ。おーおーおー、そうだ、下のエンジェルバーティーがね。あー、もしかして橘ちゃん、もしかして、あー、もしかして、もしかして、行っちゃえ、行っちゃおう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 、ちょっと、あの、はい、どこ行くんですか。あー、あのね、もう今日泊まるの全然 OK ですからね。うん、あの、もう一人いるんで、もう一人、分かんなかったらその人に言ってください。あの、もう自分の家のようにくつろいじゃっていいんですけど、行ってきますんで。行っちゃおうかバカだな。6000入ったよ。楽勝だな。うわ、おおおおおお、ヤギ木村。え、何？お前なんでいんのここに。あ、もう一人いるって何？お前のことだったの？は？あ、何？居候ってね？したら？うん？小木ってやつか、どっちだ？あ、居候はしたら。小木としたらはあの大学の同級生なの。で、ここな、俺ん家なの。ここお前ん家なの？おお、すげえ偶然じゃん。おい、ちょっと待てよ。うん？お前何？あいつらと知り合い？いや違うよ、あのさっきさ、近くのレンタルビデオであの設楽ってやつに会ってね、なんやかんやで今で。なんやかんや、すげえ話省くから全然わかんねえけど。あ、そうなんだ。え、で、あいつはどこ行った。いや、なんかどっか行ったぞ。マジ。うん、あ、ちょっといい、うん、あのさ、うん、設楽とさ、うん、小木にはさ、うん、もう俺たちが高校の同級生ってことはバレてんの。いや、バレるんだ。って今初めてお前とあのあいつが友達だって知ったんだぜ。あ、ほんと。うん、あ、よかった。何何、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 あ、そうだ、あのさ、俺ちょっとこっちで商売始めようと思って出てきたんだけどさ、ちょっとまだ家がさ、決まってなくてさ、ちょっとその間だけでいいんで、ちょっと済ましてほしいんだよ。さっき電話で言ってたもんな。そう、ちょっと頼むわ、マジで。お前ぐらいしかいねえんだよ。よし、分かった。じゃあ、一個だけ条件があるから、それ絶対守れよ。何、条件。いい、設楽と小木に、俺は高校時代に彼女がいたってことにしてくんねえかな。もう彼女なんかいなかったじゃん。うん、だから彼女なんかいなかったよね。そうだよ、うん、だからいたってことにしてくんねえかな。しかもとびきり可愛い彼女がいたってことにしてくんねえかな。あ、ごめん、あともう一個、俺は高校時代にバク転ができたってことにしてくんねえ。バク転なんかできなかったじゃねえか。できるわけないじゃん、バク転なんかさ。だからできるってことにして、あ、ごめん、あともう一個、俺はバンドをやっていた。あ、あともう一個、俺はブレイクダンスもできたってことにして。ちょっと待って、お前バンドもやってる私ブレイクダンスなんかできねえじゃん。ブレイクダンスはもう絶対できてたもん。絶対できてたもん俺。あ、それ？これ文化祭でやったら。そうそうそう、あのあれだ、女子にすげえ気持ち悪い気持ち悪い。言われてたよ、すげえ。いや、あ、今じゃ教えてやる、言われてた。やっぱ、うん、あ、そうなんだ、うん、あ、まあいいや。もうとにかく、この人、たった一つのこの条件守れよな。一つじゃねえ、5つあったよ、今。5つあったけど、じゃあもう5つ守れ、5つ守れ、頼むな。まあでも、まあ、止めてくれんだったら、うん、頼むぞ。おい、ちょっと待ってよ、おい、縁がなかったってどういうことだよ。ちょっと待って、何？あ、どうしたどうした、志村、あの、あ、ヤギっつんだこいつ。お、知ってるよ。え、なんで知ってんの。いや、だからヤギ、あの、あ、高校の同級生こいつ。あ、あのさ、しばらくヤギここに住むから、よろしく。あ、そうだ、あ、よろしくね。あ、したら、あ、さっきの話全部ヤギに言えよ、すげえ喋るぞこいつ。ふざけんじゃねえよ、こんな詐欺野郎よ。ちょっと待って、おぎ、待って、何？ちょっとどうしたかちょっと言ってくんね。まあ、だから、あの、こいつのせいでさ、あの、橘ちゃんに振られちゃったんだよ。そうだよ、こんなタラの石売りつけやがってよ。石？おめえまだそんなことやってんのかよ。なんだよ、おめえもう詐欺とかやんねえ。言うんじゃねえよ、詐欺。おい、おい、金返せよ、おい、おい、金返せよ。そうだ、そうだ、返せよ、おい、返せよ。やだよ、金返せよ。やだよ、おい、金返せよ、返せよ。やだよ、金返せ。返せばいいだろ。やだよ、返せよ、バカ野郎。てんだ本当に。おめえが言うからだよ、パーじゃねえかよ。ちょっと待ってよ、てめえ何言ってんだよ。おぎ、まあそんなから落ち込むな。な、モテねえんだからお前、しょうがねえそんな。お前、女と付き合ったことねえやつによ慰められたくねえよ。女とはだから、ふざけ。オッケー、ちょっと聞け。ヤギ、ヤギ言え。俺と高校時代の女の話しろ。ちょっと、言え。こいつは高校時代彼女なんかいなかったよ。そうよ、俺いないよ。何言っちゃう。何取り見るの、てめえのせいで6000パーじゃねえかよ。何言っちゃうの。なんでてめえの肩持たなきゃいけねえんだよ。何だそれよ。おい、こいつ高校時代彼女なんかいなかったぞ。バク転もできねえし、バンドも組んでねえ。え、ブレイクダンスみたいな本当に壊れたダンスやってよ。なんか女子にすげえ気持ち悪い気持ち悪い言わせたって。日村気持ち悪いって。やめろ。おい、てめえやっぱ嘘だったんじゃねえかよ。最悪だな。やるさじゃねえかよ。嘘つくなよ。全然モテねえじゃねえ。だってこれんちなんだよ、出てけていいや。へい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 。おめえさっきの約束忘れたわけじゃねえだろうな。あ、ここはもう俺んちだぜ。ああ、そうだ、この家はもう設楽のもんだ。八木さん、いろいろあったけど、あんたのおかげでこの家手に入れることができた。
ありがとう。あんたここいていいぜ。おありがとう。そういうことだ。そういうことだじゃねえよ、おめえよ。ちょっとほらなしに決まってんだろ。あんだよ。確かよ、あんだよ。よし、ここ俺んちだ。あおい、ちょっと待って、ちょっと待って。俺はこいつ許さねえぞ。こいつのせいで俺は立花ちゃんに振られたんだよ。いいね、おぎ、いいね。もうちょっと許すな。俺許さねえよ、こいつ許さねえよ。俺は知らねえ。知らねえじゃねえ、許さねえよ。知らねえ。許さねえよ。なんだよ。許さねえからな。おぎかい、ごめん。許す。そういう人間だ。ありがとう。仲良くしよう。うん。なんだこれは、おい。なんだよ、これ。もういいや。ちくしょう。一緒に済ませてください。と呼ぶけれどないよね。ゆうきはあの子をデートに誘いたいだけども無理だね。電話をかければいいのにね。どうかな。無理だね。無理だ無理だ俺には無理だ。無理だ無理だ俺には無理だ。無理だ無理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 無差別級。日村は女にゃ縁がない。ワンモア。無理だ無理だ俺には無理だ。無理だ無理だ俺には無理だ。無理だ無理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 無差別級。日村は女に縁がない。あれ、設楽いたのお前。ああ、どの辺から聞いてた。うん、その無理無理ソングのサビぐらいからだよ。サビぐらいからか。ああ、オッケー。設楽、まあ気にすんじゃねえよ。気にすんじゃねえよ。じゃねえよ、お前寝てんだよこっちは。よ、寝てんだよ。はい、じゃあ寝よう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 。ともう一回目覚めちゃってそんなすぐ寝れねえよもうよ。リサちゃん、リサちゃん、どうした日村勇気。お前の名前は勇気だろう。そうだ、俺は勇気だよ。俺勇気の勇気だよ。大丈夫だよ。男はよし、気合だ。何してんの。おう、うまっ。太極拳か。うん、まあそう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 。なあ、今の太極拳だよな。ああ、そうね、こうってね。なあ、うん、え、なんで太極拳なんかやってんの。いや、まあ、うん、ちょっとね。健康法。まあそんなようなもんかな。うん、お前何、体調でも悪いの。体調か。病は病だよね。おお、日村ちょうどいい。お前ラッキーだぞ。
何？俺今日すげえいいもん持ってんだよ。何？行くぞ。デデデデン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 。デデン。すげえ健康になれる薬だよ。へえ。じゃあ何その薄いリアクション。俺デデデデンってすげえ演出したのに。待てよ。だってさ、どうせおめえが持ってるもんなんだからよ、インチキくせえもんなんだろうなと思ったの。バカ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 、この薬はマジヤバいの。何がだよ。マジヤバい薬なんだよ。マジヤバい薬じゃ意味違ってくんじゃねえかよ。ちょっと待てよ。お前ついにそういうものに手出したか。おいやめろ。いやいやいや違う違うよ、そういう薬じゃないよ。だったら紛らわしいことすんだよ。なんだこれはよ、お前よ。ごめんごめん。この薬をな、身体能力が飛躍的にアップする薬なんだよ。だからこれさえ飲めば、そんな太極拳なんかやらなくてもすげえ健康になれるんだよ。ああ、つかよ、お前はなんでそういうインチキ癖もばっかり持ってんだよ。違う違う違う、これはインチキじゃないの。しょうがない、お前だけに教えてやるよ。じゃあ何よ。よお前さ、幻の 9.79 って知ってっか。 9.79？ うん。ん？何それ。 100m だよ。ん？ 100m とピンとこねえかな。あのさ、俺は高校の時にさ、ソウルオリンピックってあったろ。うん、その時にカナダ代表のベン・ジョンソンが叩き出した幻の記録が 9.79。 いまだに誰も破ることのできない幻の記録だよ。ああ、ジョン・ベンソンね。ベン・ジョンソンだよ。言ってんじゃん、ベン・ジョンソンって。ベン・ジョンソンでしょ。そうそうそう。あれだろ、あのドーピングでよ、あの引っかかっちゃって、あの金メダル剥奪されちゃったあれだよな。そう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 。うん、で、何、そういうことしたの。うん、だからこの薬は当時ベン・ジョンソンが使ってた薬と同じ薬だよ。え、ドーピングってこと？そう、これをな飲めばすこぶる調子が良くなるぞ。いやでもドーピングってよ、体に悪いんじゃねえの。ああ大丈夫大丈夫です。これはドーピングじゃなくて、あのそのベン・ジョンソンが使ってた薬とほぼ同じ成分なだけだから。ほぼ同じ成分だったらドーピングじゃねえかよ。確かに 99% は同じ成分なんだけど、残りの 1% が全然違うんだよ。その残りの 1% が悪い成分とか全部やっつけちゃうんだよ。嘘つけよお前。嘘じゃねえよ。大体お前ドーピングだっていいじゃねえかよ。お前剥奪されるも何もねえんだからよ。そういう問題じゃないよ。体に良くないんじゃないかっつってんの。つうかよ、お前ともそういうインチキくせえことばっかりやってんじゃねえぞ。うるせえな、俺に説教すんじゃねえよ。いいよ、じゃあお前欲しがっても絶対やんねえからな。いらねえよ、俺はそんな薬欲しかねえからね。あー残念だ、お前は奇跡の薬を飲み損なったよ。お前は奇跡を逃したんだよ。奇跡か。ん？どうしたの？お腹空いたのか。違うよ。落ち込んだからはぁっつってんだね、これはよ。あ、そっかそっか。うん、な、どうしたの？とにかくよ、うん、奇跡なんだよ。ヤギ、お前よ、うん、奇跡って本当にあると思うか？ちょっと言ってる意味がよくわかんねえな。だからよ、うん、じゃあ、例えばな、これな、うん、俺が女の子をデートに誘ったらさ、うん、その子はオッケーしてくれると思うか。そんなん奇跡でもなんでもねえだろ。デートぐらい大丈夫だろ。まあまあまあ、女のレベルにもよるけどな。どれぐらいのさ、レベルまでだったら俺いけるかな。まあそうね、お前の誘いに乗る女っつったら、まあレベルで言ったら豚のメスクラスじゃねえかな。おい、ちょっと待ってくれよ、ヤギ。これこんなこと初めてだよ。俺今お前が言ってることの意味の 1% もわからない。ちょっともう一回ちょっと分かりやすく言ってくんね。あ、ほんと？我々より、うん、いい？だからお前の誘いにのこのこついてくるような女は豚のメスグレーじゃねえかっつったの。はい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 、なるほどね、うん、つまり俺が誘うと豚のメスがブヒーブヒーってこう鼻鳴らしながらやってくるってことだよね。そう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 。なるほどね。ふざけんなよ。一発で剥奪するよ。誰がデートに誘うとして。一発で剥奪するよ。言えねえって答えは豚か。うるせえな、一発で剥奪するよ。これ豚なんだろ、豚なんだろ。違うよ、リサちゃんだよ。超可愛い子なんだよ。リサちゃん、いや、じゃ超可愛い子っつった。ちょっと来いよ、ちょっと来いよ。え、マジで。まあこれ絶対誰にも言うんだねえぞ。いや、これは純愛なんだよ。俺は大切に育みたいんだ。だからこれは絶対誰にも言うな。言うなよ、分かったな、お前な。うん。何を言わないの。あ、おぎ。お前よ、ここ俺んちなんだよ。勝手にズカズカ来んじゃねえぞ、お前。そんな別にいいじゃん、俺んちみたいなもんだろうよ。で、なんだよ、言わないって何。なんでもないよ。なんでもねえことねえだろう。俺は役者だぞ。人間観察には自信があるんだよ。お前は何かを隠してる。何にも隠してないよな、ヤギ。な、あ、こいつだ、あの女をデートに誘おうとしてんだよ。なんで言っちゃうんだよ、お前。だってもう今言ってくれるの合図だろ、俺。言わないでくれるこれだよ。言ってくれるこれでそっくりだよ。そっくりってそうか、日村、お前は女をデートに誘おうとしてんのか。もう、だからもうそうだよ。日村、やめておけ。お前は十分傷ついている。もういいじゃないか。
そうだよ、口内炎にビタミン C を詰め込むようなことすんな。痛い想像させんなバカ。つうか待てよ、なんでおめえらが喋るというのを全部断られる前提なわけ。そんなのまだ分かんないでしょ。そんなの断られに決まってんじゃんな。ああ、お前は断られに決まってんだよ、うまくいきっこねえよ、うん、いいよ、分かったよ、どけよお前。誘ってやるよ、お前らの目の前にいるから誘ってやっからな、見とけよな。あ、もう無理だ、もう無理だ、俺は無理だ。 笑えよ、笑いだけ笑えよ、惨めな俺を笑えばいいだろ。うるせえバカ、笑ってんかねえよ、おめえら笑うとムカつくんだよ、なんかよバカ。どっちなんだよ、笑いつったり笑うのつったりよ。でも日村、お前ならできるよ。そうだよ、頑張れよ、面白いから。面白いってなんだよ。そうだよ、お前は勇気の男、日村勇気だろ。そうだそうだ、俺は勇気だ、俺勇気なんだよ。俺は勇ましいに一世紀二世紀の木って書いて勇気なんだよ。まあ、字はちょっと違うんだけど、まあ、これ聞いたら同じ勇気。俺の名前はいい名前、日村勇気で知ってるよ。勇気と呼ぶけれどないよね、勇気はないよね。あの子をデートに誘いたいだけども無理だね、無理だね。電話もかければいいのにね、どうかな、どうかな。無理だね、無理だね、無理だ、無理だ、お前には無理だ、無理だ、無理だ、お前には無理だ、無理だ、無理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 、無差別級。お前デートに誰か誘おうとしてんの？え、なになに、俺の知ってるやつ、知ってるやつ。あ、なんかな、さっきリサちゃんとかって言ったぞ。え、リサちゃん、うん、リサちゃんってあのリサちゃん。もう知ってんのか。おお、知ってるよ俺。え、マジ？ブス？ブス？ブス？いや、あの超可愛いよな。え、ちょっと待って、可愛いっつってもあれでしょ、その年が80とかの可愛いおばあちゃんとかの可愛いでしょそれ。いや、あの19だよな。え、なんでお前がそんなこと知り合いのね。いや、あの違うの、違うの、あのね、俺の知り合いの女の子とこの前飯食うことになって、で、日村も誘ったんだよ。そしたら俺の知り合いの女の子がもう一人連れてきたのがリサちゃんなので、そのリサちゃんがさ、なんかわかんないけど日村にえらい食いついてたんだよな。へー、あ、ちょっと聞いていいね、下のさ、エンジェルマートの橘ちゃんより可愛いのそれ。どっこいかな。マジかよ、レベル高えな、うん、てめえ無理に決まってんだろうがそれよ。お前がよ、好きになること自体おこがましいよ。うるせえな、おい。てめえがよ、橘ちゃんに振られちゃったからってよ、俺まで一緒にすんな。言っちゃった、これ言っちゃった。日村よ、それ言うなよ、お前おぎがこんなになっちゃうだろ。来たよ、てめえもてめえだよな。あ、そんな可愛いな女の子が来るお食事会に何度俺を誘わねえんだよ。おい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 、ひがむなよ、見にくいぞ。何課長怒ってんだよ。おめえみてえなよ、ガスだ豚尾がよ、デートに誘ったって絶対断られるんだよ。俺がガスだ豚尾。そうだよ、ガスだ豚尾。おい、小木、いや、ここはあえて小さい木と書いて小木って呼ばしてもらおうか。小木じゃねえよ。あ、お前小木じゃねえか。あ、お前小木田カバオだ。おい、小木田カバオ。なんだカバオ。豚尾。カバオ。豚尾。カバオ。豚尾。カバオよ、悪いけどよ、俺はよ、まだちょっとおめえとは違えんだからな。俺はまだ完璧に振られたわけじゃねえんだから。言っちゃった。お前、おい、小木、いやだよ、小木じゃねえよ。お前、そっち行って休んでろ。あー、それ、リサちゃん、うん、それ、日村に食いついてるってのはマジなの？なんだよね、俺に食いついちゃってんだよね。リサちゃん、あの子なんか知ってんけど、俺に食いついちゃってんだよね。気持ち悪いんだよ。電話しろよ。あ、そうだ、俺、昨日リサちゃんからメールが来たんだ。メール？うん。ちょっと待って、なんでおめえとこにメールが来るんだよ。俺んとこ来てないぞ。じゃあ何それしたら。いや別に、なんだよ。違う、あのこの前みたいにまた一緒に遊びましょうっていうメール。え、この前みたいってことはだよ、うん、これまた俺も一緒に行っていいってことだよね。
やらららら、なんか嫌な予感すんな。ちょっと待ってろよ。ね、そういうことだよね。まあまあ、日村さんもまた呼んでって書いてあったよ。マジで？うん、なんか日村さんは可愛くて面白いからまた会いたいって書いてあった。やったー、やったー。いやー、その女なんか匂うな。うわ、匂わねえよ、何もや。いや、その女、絶対したら目当てだよ。え、マジで？え、マジで？何喜んでんだよ。ダメだからね、俺の方が先に好きになったんだからね、ダメだからね。いや、こういうのに先とか後とかねえよ。うるせえんだよ、うるせえんだよ。もうとにかくさ、したらさ、ほら、リサちゃんもほら、そう言ってることだしよ。ちょっと一回セッティングして、お願い、お願い。まあそれは別にいいんだけど。オッケーオッケー、ありがとう、ありがとう。じゃあ早くしろよ。今？当たり前じゃないか、今しなかったらどうすんだよ。早く電話しろよ。分かったよ。いいかしら、リサちゃんが出たらよ、日村さんってかっこいいよねって言えよ。リサちゃん、なったなったなったな。いいか、言えよ、日村さんってかっこいいよねだよ。日村さんってかっこいいよね。日村さんってかっこいいよね。日村さんってかっこいいよね。かっこいいよね。日村さんってかっこいいよね。何してんの？留守電な。早く言えよそれよ。日村自分でかっこいいよね、かっこいいよねって全部留守電入っちゃったよ。あ、これ気持ち悪いと思われるよ、すげえ。そうだな、日村ってかっこいいよねって自分で言ったのが聞かれる日村ってかっこ悪いよね。ねえ、なんかおめえが切んねえからいけねえんじゃねえかよ。なんだよこれも最悪だよ。あ、リサちゃんだ。あ、もしもし、リサちゃん。あ、あのごめんね。うん、マジで。あ、ちょっと待って、おい日村、リサちゃんが日村さんってすごい面白い人ですねって言ってる。え、なんでなんでなんで。わかんねえ。あ、さっきの留守電がギャグに取られたんだよ。奇跡だよ、留守電にまつわる奇跡だよ。これが有名な留守電にまつわる。オッケーオッケー、とりあえずさ、リサちゃん俺のこと面白いキャラって認識したいな。よし、たら続けろ。ああ、もしもし、誘え。誘うんだよ、誘うんだよ、喋れ。あ、もしもし、あの、また遊ぼうよ。あ、いいねいいね。いや、あの、別にいつでもいいんだけど。いつでもいいわけねえじゃねえかよ。明日だよ、明日誘うんだよ。え、いいか、社交辞令は許さねえぞって言え。そんなのやだよ、お前が自分で言えよ。なんで俺が言わなきゃいけないんだよ。やだよ、言えよ。なんでそんなきついこと言わなきゃいけないんだよ。言ってくれって、お前が言え、お前が言えよ、お前が。あ、もしもし。あ、あの、私、あの、小木というものですが、はい。あの、もしよかったら明日デートしませんか。誰が閉めてね。面白いですか。ええ、よく言われるんですよ。ご紹介するのが出てましたね。はい、私、あの、小田と日村の友人で小木と申します。役者です。今から来るって。え、今から来るって言った。え、あ、もしもし、リサちゃん。え、今から来んの。いや、あの、別にいいんだけど。うん、うん、何それ。分かった分かった、じゃあね。はい。なんか楽しそうだから今から行ってもいいですかとか言って。ずいぶん大胆だな、リサちゃんは。それからさ、私はもう大人ですよとか言って。耳心だな。余計な、ここに来んの、リサちゃん、ここに来んの。ああ、そうそう、やった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 よ、もらった。よし、何言ってんだよ、ダメだからな、リサちゃん俺のもんだからな。いやいや、俺がもらったよ。うるせえ、ダメだよ、何言ってんだよ。ダメだよ。おいおいおい、お前らそんな熱くなってもしょうがねえんだよ。俺やっぱ設楽目当てだと思うな。そんなことねえ、何言ってんだよ。お前らを出しに設楽に会いに行くんだよ。何言ってんだよ、そんなことじゃねえんだ、あの子や。よし、分かったよ、じゃあこうしようぜ。俺とよ、リサちゃんがくっつくようにお前らしろ。なんでその自分勝手なお前作戦はよ。そうだよ、このガスタ豚を、カバを、うるせえんだよ、文句ばっか言ってんじゃねえぞ、カバ。おめえは誰だ、リサちゃんの存在すら知らなかったくせによ、誰のおかげで今日リサちゃんに会えると思ってんだよ。したらだよ。まあ、ほんと頼むよね、お願い。俺とリサちゃんくっつくように協力して、お願い、頼む、頼む。どうします、設楽さん。設楽さん次第ですよ。あ、じゃあ俺ら全員のケツにキスでもしてもらおう。オッケーオッケー、出ていい。ちょっと、やだ、あ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ケツ隠せ、ケツを隠せ。はい、ちょっと、はい、ちょっと、はい、ちょっと、分かった分かった、やってやるよ、やってやるよ。だけどよ、あの、2人をくっつけるってどうやったらいいか分かんねえよ。ああ、それは簡単だろ。うん、なお前、日村とリサちゃん2人きりさせんだろ。うん、そしたらお前ボディに一発入れてベッドまで行って、あとはガンガンよ、お前。なんか簡単すぎねえ、お前の作戦。シンプルイズベストだよ。いや、シンプルイズベッドインだよ。わかんねえか、ちょ、こら、ちょ、じゃあ教えてやる。これ2人っきりになるだろ。うだから俺今2人っきりだ。お前リサちゃんやね。おう、これはこうなんだろ。あれ、みんなどこ行っちゃったのかな。おかしいな。あ、そうだね。ねえ、ん、向こうの部屋にいるのかな。ちょっとさ、寝室見てきてよ。寝室、うん、いいよ。誰もいないよ。当たり前だろ。何、日村君。うっせー、うっせー、やめて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 
ップストップストップ。なんだ今いいとこじゃないかよ。これレイプじゃねえかよ。だってよ大丈夫だよなあ。なあリサちゃん的には大丈夫だったよな。大丈夫じゃねえよ。嫌がってんじゃねえかよ。嫌がったの上の口だけだろうが。下の口なんかねえよ俺は。よそうかお前ねえのか下口。ダメダメダメお前ダメだよ。女を落とすテクもダメだけどよ、役者の俺から言わせれば演技もなってねえんだよな。じゃあどうすんだよ。いいかな、女っていうのはさムードに弱いんだよ。なるほどね。ああよしじゃあお前あそこ座れ。はい、うわはいスタート。あれ誰もいなくなったね。そうね。違う、声が小さい。立って手広げて。あ行くよ。あれ誰もいなくなったね。あそうね。違うんだな、2階席見て。は2階席見ないと。基本基本って待ってよ。そのお前のその演技指導どうだっていいからよ。作戦言えよお前。オッケーオッケー。よしテレビでも見ようか。テレビ、ああつけてそのリモコンで。このリモコンで。ああそのリモコンでよ。ああ、ああダメでしょう。ダメでしょう。それあれでしょ、偶然ね物取ろうと思って手が重なるパターンやりたいんでしょ。ああカップルたちの黄金パターンだよ。ファーストインパクトゴールデンパターン大作戦だよ。うん、だからダメでしょ。何やってんだ。だって自分で言っといてさ上から手やったら偶然じゃないじゃん。ああそんなんでもうキスまでいけるわけがないじゃん。じゃあお前なんかあんのそういういい作戦が。ああ、ね、俺あるよあるよ。えあんのしたらあるあるある。えどういうのどういうの。ああ俺のはね、やっぱ女の子は甘いもんは好きでしょう大作戦つかんね。何それ大丈夫の。うん大丈夫だよ。あのね女の子って甘いもん好きじゃんか、うん、プラスねリサちゃんはミルクレープが大好物だっつってたんだよ。えミログレープ。いやミロのグレープ味だってまずそうだよね。バカじゃねえのお前。ミルクレープだよお前。ミルクレープ知らねえの。ミルクレープってのはクレープクリームクレープクリームクレープクリームってこう重なったすごい美味しそうなケーキだよ、うん、あそうなんだ。そうだよ。でゆうだからそれ使ってどうするの人は。ああだから二人っきりになるんだろ。おなったりなんだ。ただミルクレープをこうやって仕込んどくわけよ。でなんかこうやってペロンって一枚剥がしてペトンと置くの。そうするとリサちゃんどうする。あミルクレープだ。そうそう気づくだろ。で好きだから食うんだ。そうくちゃくちゃ。ほんとはまたペロンっつってペロンって剥がしてもう大好きだから手なんか使わねえんだよ。どんどん食うんだどんどん。そしたらもう残ったのここに置いとくんだよ。あこんなとこにもミルクレープ食べねえよ。えぐいお前の。こんなとこまで来ねえよリサちゃんはよ。うるせえんだよ。詰め込み言ったらボディに一発入れてやっちゃえいいんだよ。もうやだよその何そのさ強引なパターンしかねえんだお前らはよ。お前全然ダメだな。お前のレープよりマシだろうがよ。おめえのってレープじゃねえかよ。俺の違うよ。俺のミルクレープだよ。可愛く言っちゃってダメだよお前。日村どれがいい。どれがいいってこれしかねえのかよ作戦よ。どれがいいんだよ。あえて言うなら、あえて言うならじゃあ荻野かな。そうか、俺のファーストインパクトゴールデンパターン大作戦を気に入ったか。気に入ったわけじゃねえんだけどよ。ちょっと待ってよお前、荻野じゃどうやってベッドまで持ってくんだ。そうだよ、手が触れ合っただけじゃねえかよ。俺は中学生じゃねえんだぞ。やっぱベッドインしなきゃよ。なあ、やっぱりシンプルイズベッドインだろ。バーカお前さ、ここまで来たらもう余裕なの。なもう相手はよ俺にメロメロなんだよ。だから手触れてたろさっき、うん、だからその勢いでさねねね痛い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 。結局強引じゃないかここまで来たら強引でいいんだよ。前のムードが効いてんだよ。嫌がられたらどうすんだよ。そんなのボディに一発入れてやればいいじゃねえかよ。もうやだボディに一発入れるの。俺ずっとボディに一発入れてんじゃんよ。お前らさそういう強引なパターン以外ないのかよ。しょうがねえだろお前モテねえんだから強引に行くしかよ。しょうがねえよな。うん分かった、じゃあ俺強引に行くからとりあえずは絶対な、よろしくな、うん、あ、思い出した、うん、あ、それダメだわ強引パターン無理だわ、うん、あのね、リサちゃんね、コマンドサンボやってるっつってたんだよ。すんげえ強えんだよ。ん？コマンドサンボ？ロシアの軍隊が敵を殺すために使う格闘技。そうそうそう、もうそれ言ってた言ってたよ。これダメだよ、あの子強えもん、強引パターン全然無理じゃんよ。なんだよ、もうこんな時にそう、こう強くなれるさ、薬とかね、なんかありゃいいんだけどよ。これのことかい。ああそれはどうしても欲しかったら5万で売ってやってもいいぜ。いや5万か、5万か。オッケー、とりあえずやるよ。ノンカツリーか。いいよ。じゃあ1万だ。よしよし、はい、オッケー、オッケー。ありがとうございました。なんだなんだなんだ何何
何それ、何これはよ、身体能力をよ飛躍的にアップさせる薬だよ。まあ簡単に言うとドーピングだよ。ドーピング、口の匂いを消すというモンダミンだよそれ。何で俺ヤギから困んでモンダミン買ってんだよ。ドーピング、ドーピングなんかどこで手に入れたんだよ。アメリカだよ。アメリカか、うん、まあ正確に言うとアメリカに行ったやつからもらったんだけどな。もらいもんかこれ。ああ、おい大丈夫かこれよ。大丈夫だ。それはな、15年間大切に保管されていたからな。ちょっと待て15年前の薬なの。そうだよ。お前15年前の薬だ。痛い腹痛い腹痛い。何どうしたの。なんだ、おかしいの。うん、なんだ、やばい、下痢だぞ、すごい下痢だぞ。おい、すごい下痢だぞ。痛い、ここ、あ、腹に来んのか、一回。いや、腹のドーピングじゃねえと思う。ちょっと待てよ、なんでこれ、どういうことだよ、お前どういうことなんだよ。大丈夫、なんだよ、大丈夫。あ、おいドアの前によ、すげえ可愛い子立ってるぞ。あ、リサちゃんだ。あ、どうしようか。どうする。やばいな。うん、水が出たぞ。ブーってやったらブシャーって水が出てきたぞ。やはりなんだよこれ、どういうことだよ。おー、リサちゃん来てるぞ。リサちゃんが、いや、痛い。どうしようかな。どうすんだ。帰ってもらえ。ちょっと、せっかく来てもらったのに。俺こんな状態で会えるわけねえじゃねえかよ。あ、リサちゃんだ。どうしようか。ちょっと帰ってもらえ。痛い。帰ってもらえよ。さ、うまいこと言って帰ってもらえよ。うまいこと、な。早く。あ、もしもし、リサちゃん。あの、そうもう家の前まで来てんだ。うん、つか俺なんて言っていいかわかんねえよ。あ、いいよ。じゃあ俺は勝手に。お前ダメだ。お前言っちゃダメ。しょうがねえな。お前もっとダメ。設楽がやれ。設楽がうまいこと言って帰ってもらえ。どう、な、早く言えよ。うんこがあって。うんこって言っちゃダメ。なんで。早くして。早くしないと。もう早くしないと。なん、もう早く。うわ、くせえ、こいつやりやがったよ。うわ、くせえ、大人、うんこ漏らした、こいつ、くせえ、うわ、来た、いや、ごめんなさい。電話かし、うわ、うんこ漏らして、そっちは。あ、もしもし、リサちゃん、ごめん、今日会えないんだ。うん、俺、君にふさわしい男になってから会いたいんだよ。こいつ、うんこ漏らして、かっこつけてるよ。したら、いや、設楽はいるけど、いや、違うんだよ。今日はね、俺がちょっとダメなんだよ。だ、うん、設楽は会えるよ。だ、設楽じゃなくて、俺が今日会えないんだよ。いい加減気づけよ。設楽が会いに来たんだよ。うん、なんだ、リサちゃんさ、あれだよ、ダメだよ。今日はね、設楽はね、あれだよ、設楽はさ、うんこ漏らしてんだよ。てめえ、嘘ばっかつくな、おめえじゃねえか、うんこ漏らしてんの。おぎってたでしょ、おぎばさん、うんこ漏らしてんだよ。何言ってんだ、お前。ヤギってのもさ、うんこ漏らしてんだよ。リサちゃん、俺のこと知らないんだぞ。みんなうんこ漏らしてんだよ、くせえ、おぎ。大丈夫。うん、ありがとう。うん、なんだよもう。大丈夫だって。誰電話してんだよ。そう。もうそれや、ヤギ、これ見てみろお前。何？暴行事件だよ。全然珍しくねえだろ。違う。俺ここを見てみろって。うん？うわ、ここの近所じゃん。そうなんだよ。うん、少年不良グループ、サラリーマンを暴行だってよ。気をつけねえとな。うん、あいつまだ電話してんの。うん、おい、それより下だよ。これ見てみろ、ほら。あ、ヤクミツル。
こんな細けえ仕事してんだこれ。ちげえ、そこじゃねえよ。ここだよ、ここ。ああ、暴行事件ね。これ読んだ読んだ読んだ。ああ、怖えな。うん、そうなんだ。あのさ、俺が言ってるレンタルビデオあんじゃん、うん、その前にさ、最近悪ガキたちがたむろってんだよね。マジで、最近のガキはあの立ち悪いからよ、気をつけないとな。おめえら何ビビってんだよ。ほら、相手ガキだろ。お前ビビってねえのかよ。あったり見えじゃねえかよ、お前。俺んなことでビビるかよ。俺はよ、ちょっとやそっとじゃビビんねえよ。ああ、びっくりした。何、今日ビデオ返さなきゃいけねえんだよな、忘れてたよ。お前そんなことでよ、いちいちびっくりさせんじゃねえよ。お前、お前超ビビりだな。ちげえよ、急にでかい声出したからだよ。ちょっとやそっとじゃビビんねんじゃなかったっけ。なんだよ、俺ビビりじゃねえからな。今のたまたまだからな。ああ、もうびっくりした。何、いいこと思いついた。いちいちでけえ声出すんじゃねえよ、バカ野郎。お前みっともねえほどのビビりだな。急に来たからだよ。急に来たら誰だってびっくりするよ。俺ビビんなかったぜ。それ距離の問題じゃん。こっちと下の子いたよね。あとあと俺ここで聞いてんだよ。お前待って、お前こんだけあんじゃん。わかる、これ、これわかる、声のボリュームが違うっつってんだよ。おい、うわ、もうびっくりした。うるせえんだよ、こっち電話してんだよ、静かにしろよ。痛い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 、もう心臓悪いよね。もう心臓が痛い。お前さ、もう認めろよ。何が、お前超ビビリだよ。違うよ、絶対違うから。俺とかビビリだよ。じゃあ、見てみて、あったあった。やめて、ほんとに。何それ。ああ、これヤギ、これはな、ヌンチャクっつんだぜ。知ってるよ、ヌンチャク。そういうことを聞いてんじゃなくて、何それ持ってきたんだよ。ああ、これね、あのほら、俺ビデオ返しに行かなくちゃじゃん。だからこれをよ、こうやって首にかけてくんだよ、うん、そしたらさ、これ見て悪ガキたちがよ、ビビっちゃって俺に喧嘩売ってこねえだろ。おお、いい考えだ。だろ、やめとけっつんだよ。なんで、そんなの持ってったらお前逆に絡まねえんだよ。え、当たり前だろお前。いいか、ああいうやつだってのはよ、こういうの見ると余計絡みたくなるんだよ。だ、普通にしときゃいいの、普通に。いやー、でも最近のガキはタチ悪いからよ。現に普通のサラリーマンも襲われてるしな。ああ、そうだそうだ、どうすりゃいいんだよ。だ、しょうがねえな。オッケー、じゃあ今日はよ、お前らに喧嘩のやり方教えてやるよ。こいつ喧嘩強えのかよ。俺だろ。はい、来い、来い。ん、いいか、うん、どんな喧嘩にもよ、うん、絶対に負けない必勝法が一つだけある。必勝法？ああ、修羅場を何度もくぐり抜けてきたこの俺が唯一見つけた必勝法だ。それが逃げるってことだよ。逃げちゃうの？ただ逃げるだけじゃねえんだよ、俺にもやり方があるの。いいか、まず絡まれんだろ。あ、まじいや、絡んでこい、ちょっと俺に。おっさん、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 はい、ストップ、おっさん、ストップ。俺今絡まれてんの、うん、ね、俺ここで逃げるよね。そうすると、もしこいつがすげえ足が速かった場合に、これ結構捕まっちゃう可能性結構あるよ。ああ、いい、もう一回ね、来て。おっさん、おっさん、おっさん、はい、逃げるの。おっさん、おっさん、はい、いいよ、はい、ストップ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 。ね、捕まっちゃってるんだ、これ。こうなっちゃうんだよね。だから、だからこうなんないように、まずは一発こっちからかますのよ。平国のか、ちげえよ、俺スカンクか、俺は。お前スカンクじゃねえのかよ。ちげえよ。なんでだよ、じゃあなんでおめえの部屋あんなにくせんだよ。いらねえよ、そんなことはよ。一旦へのこと忘れよ。へ、一旦忘れよ。へ忘れよ、いい、うん、忘れた、うん、一発かますっつうのよ、うん、俺は杖像的な面をすんのよ。で、その後に大声で叫ぶ、わかる。俺は映像的なこう面をするんだよ。なんだよ、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 ラーイ。相手はひるむの。その間に俺は逃げる。あ、ひるんで。おっさん。あ、ひるんじゃん。その間に俺は逃げるんだ。それと相手は何が起こったかわからないの。だからすぐには追いかけられない。あー、なんだよ、納得できねえみてえだな。じゃあやってみたら、ちょっと一回今の方法やってみ。オッケー、はい。おっさん、おっさん。じゃあそっちじゃねえよ、お前。お前絡まれてんだよ、おっさんじゃねえよ、お前。あ、そっか、俺が絡まれてんだよ。行くよ、おっさん、おっさん。待てよ、お前の方がおっさんだろ、どう考えても。絡んでくんだよ、お前はよ。あ、やれよ、ちゃんと。分かった分かった、もういいや、はい、じゃあ行くよ、うん、はい、絡まりました。んだよ、んだよ、ラーッ。もっとこっちから入れてよ、レーイッ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 。顔やれよ、お前よ。俺が自衛動的な面をすんの。なんだよ、なんだよ、レーイッ。なんでなんでレーイッ、なんでなんでレーイッ、なんでなんでレーイッ。顔と鼻が近ないで、なんだなんでレーイッ。だからうるせえんだよ。こっちは電話してんだよ、静かに喋れよ。オッケーオッケーオッケー、ごめんね、
怒られちゃった。オッケー。とにかく今の方法であれば絶対大丈夫だから。ああ、オッケー、オッケー、オッケー。分かった。じゃあ俺ビデオを返し行くわ。おう。じゃあこれは置いてく。うん。よし。じゃあ行ってくんね。分かった。そっか、そっか。ありがとうね。うん、そんじゃあね。バイバーイ。おい、日村。おめえよ、ほんと非常識だな。人が電話してるそばでよ、大声出すんじゃねえよ、お前。なあ、こいつほんと非常識だよな。ほんと非常識だ、お前は。非常識、非常識ってよ。人んちの電話でお前勝手に長電話してる方がよっぽど非常識じゃねえのかよ。仕方ねえだろ。お客様の都合により通話ができなくなってますので。お客様だし、おめえが金払ってねえだけじゃねえかよ。つうかよ、おめえは携帯電話の料金も払えねえようなよ。売れねえ貧乏役者がよ、常識勝たんじゃねえよ。用が済んだらとっとと帰れ。ああ、言ったね、言ったね、お前ね。俺帰んねえよ。おい、お前よ、おい、今日何の日だか知ってんのかよ。今日何の日知らねえな、バーカ。マジ？うん。お前マジで言ってんの？マジで言ってんの？お前よ、うん、本当に今日何の日だか知らねえの？知らねえよ。もう一回聞くぞ。本当に今日何の日だか知らねえの？つけんだよおめえよ。どうせくだらねえ日なんだろ、俺の鼻くそ以下のよ。なんだよおめえ、鼻くそ以下の日だと？おい、もういい加減にしろよ。やだよ、もうどうやってやこいつが悪いんだからよ。お前よ、人んちの電話でよ、勝手に長電話した挙句の果てにはよ、俺のことは非常識と物知りやがってよ。俺絶対許さねえ、言っとくけど。お前だってよ、誰に電話してんだよ。そんな誰だっていいだろうよ。よくねえんだよ、誰だよ。女だよ。女？てめえ嘘こいてんじゃねえぞ、おい。おめえみてえなよ、気持ち悪いやつだよ。電話する女なんかいるわけねえだろ、おい。俺、ヤギ、俺これもうかけてもいいからね。これ絶対女じゃねえからね、これ。女だよ。俺はな、お前と違ってな、電話する女ぐらいいるんだよ。うるせえんだよ。そんな女いるとしたらな、気持ち悪い、おめえを上回る気持ち悪いバカ女だよ。ああ、取り消せ。今言ったことを取り消せ。やだよ、取り消せんだったらよ、その女の存在でやろ、取り消せよ。つかもこの世から消せ。てめえ。やんのかよ、あ、待てこら。あいつ実践で使いやがった。おお、毎日やっとぜバカ野郎かよ。おお、あれ本当に使えんだな。当たり前だよ、俺が実践で編み出したはずなんだからよ。今日どこ電話してんだよ。リダイヤルだよ。お、あいつが本当によ、ほんなに電話したかどうか確かめんじゃねえかよ。おお、もう頭いいな。あ、出た。あ、もしもし、あの、私ですね、ちょっと怪しいもんじゃないんですけども、あなた女ですか？十分怪しいだろう。女？女です、女か。あの、すいません、すいません、あの、私ちょっと荻くんの友達で日村と言いますけども、あの、荻くんとはどういったご関係で？母？あ、お母さんですか？あ、お母さんの、すごい、あいつ女に電話するとお母さんに電話するの。あ、お母さん、すいません、はい、はい、誕生日、はい、あ、荻くんの生まれた日、あ、今日ですか、はい、あ、はいはいはい、知ってますよ、今日荻くん誕生日ですよね。ええ、知ってます、知ってます、はいはい、どうもすいません、お母さん、はい、どうも、はい。おい、あげよ、今日、あげ誕生日だ、さあ、あ、聞いてたよ。あいつよ、今日は何の日だ、今日は何の日だってすげえ聞いてくっからよ、何かと思ったらよ、自分の誕生日でやんの知らねえっつんだよな。しかもおめえよ、女に相手されねえからっつってよ、お母さんに電話してんだぜ、超ダッセーな、あいつな。おい、日村、え、お前って最低だな。最低？おめえの母ちゃんってよ、超汚えよな、この世から消えちまえばいいのにな。なんだよ、アギア。なんだよ、おめえ。さっきお前がおぎに言った言葉だよ。それと、おぎは、自分の誕生日は気の許せる仲間に祝ってもらいたいと思ったおぎに対してだぞ。お前はな、おぎの誕生日を、お前の鼻くそ以下の日だっつったんだぞ。自分の誕生日だってことを恥ずかしくて言い出せないおぎ。誰も気づいてくれない誕生日。それをお前は、おぎの誕生した人、誕生した元、母親さえも、クソ味噌に言ったんだ。ちくしょう、俺ひでえことしちゃったな。お前はさっきな、おぎをすげえ傷つけたんだよ。どうしよう、悪いと思ってんのか？思ってる。そうか、だったらいいアイデアあるぞ。本当？ヤギ、教えてくれ、頼む。おう、じゃあアイデア料だよ、お前金取るのかよ。当たり前だろ、お前いいアイデアお前欲しかったら金払えよ。あ、千でいいよ。てめえってやろうわよ。お、いいんだよ、だったら教えなくてもいいんだよ。分かったよ、もう払うよ、1000円でいいんだろ。うん、はい、はい、毎度どうも。あ、教えろよ、ほら、どんなアイデアだよ。あ、いいか、だから今日、おぎが誕生日だったってことは知っていて、あえておぎを傷つけておいて、その後に喜ばせようとした作戦だったってことですね。なるほど、なるほど、誕生日ドッキリってことね。そういうこと。矢作、グッドアイデアだろ。オッケー、じゃあとりあえずは、あ、ケーキとロウソク必要だよね。そうだな、おー、あの、下らに頼めば。お、そうだな。ああ、よし。あ、もしもし、したら、お、俺だよ。朝悪いけどさ、帰りにさ、ケーキとロウソク買ってこいよ。
ペンキと豚足じゃねえよ。なんだその気持ちが。お前ペンキとろうそくだよ。ろうそく、ろうそくだよ。うん、どこでもいいからよ。お、早くな、早く来いよ、早く来いよ、早く来いよ、はい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 。じゃあ次はどうしようか。あ、助けたぞてめえ。落ち着け、落ち着け、うるせえよてめえ。この野郎、マジマジ落ち着け。え、落ち着け、てめえぶっ殺されてるのか。おい、ちょっと待って、ぶっ殺してやるよ。ハッピーバースデートゥーユー。え、ハッピーバースデートゥーユー。え、ハッピーバースデーディアオーギー。マジで、忘れると思ったか、おい。なあ、あえて失礼なこと言っといて、その後に喜ばせる誕生日ドッキリでした。そうだったんだ、騙されたよ。役者の俺を騙すなんてよ、お前大した演技力だな。あ、そうか。おぎさん、ちょっと待ってくれね。ヤギ、ちょっと待って。何何何、期待しちゃうよ、俺。プレゼントねえか。プレゼントなんかあるわけねえだろ。もう何だっていいか、なんかねえか。なんだこれ、全然いらねえ気が入ってきて。そんなだけでどうすんだよ。なんかまともなもんねえのかよ。こんな前突然言われたってねえよ。なんかねえのお前。ちょっと待てよ、俺よ、下の方がよ、おぎより先に帰ってくると思ったんだよ。待ちきれなくて来ちゃった。あー、ちょっとダメダメ、だもうプレゼントがあるんだから見ちゃダメ。はい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 、分かった、あげちゃう、あげちゃう、あげちゃうか。なんだよ、なに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 、なに、それそれ違う、なに、な、早くしろよ。なんだよ、なに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 、なんだなんだ。はいはい、じゃあじゃーん、プレゼントだよ。ヌンチャク。え、ヌンチャク。そう、ヌンチャクな、日村。ヌンチャク、あの、あ、うん、お前何投げてたの。で、下なんじゃねえのかよ。大丈夫だろ。お前、しかもヌンチャクなんかあげたって喜ぶわけねえじゃねえかよ。なんでこういう時は何あげてもいいんだ別に。まあ、無理だって絶対。めちゃくちゃ嬉しいよ。いやさ、演技のために欲しかったんだよね。うん、そうなの、そうなの、そうなんだね、うん、そう思ったんだよな、やっぱ。そうなんだ、あの、アクションヒーローの役とかの時のために。じゃあ言っちゃおっかな。え、なになになに。実はさ、俺今度ね、アクションものの V シネの主役になるかもしんねんだよ。マジで。ああ、空手バカ一時代のバカ息子っていうアクションものでな。で、その監督がさ、俺の芝居をたまたま見に来てさ、で、ぜひうちのオーディションに来てくれって言われて、で、この前行ったんだ。すげえじゃん、すげえじゃん。おいおい、監督がさ、直接さ、オーディションに来いってことだよ。これもほぼ合格だよ。だな。うん、まあな。で、今日ここの電話にな、一応、まあ、合格の連絡が来ることになってんだ。今日？すげえな。これさ、これに全てをかけるよ。今まで全然ダメでさ、自殺も考えたことあるんだよね。だから今までとは違うんだ。でも俺ってアクション俳優の素質があるのかな。自分じゃ全然分からなかったけどさ。いや、あるんだよな。だから、だからついそのヌンチャクもな。そうなんだよね。今日は最高の誕生日だ。ケイジャーよ、誕生日パーティーって言っちゃおうか。そうだ、よし行こう、よし行こう、よし行こう。ただいま、あのさ、キープルーム。うわ、もうバカ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 じゃん、バカじゃん、バカじゃん。俺、俺、何だ、そうだ、いいだろ、これ。あー、まあ、そうだな。振ってみた。あー、危ないな。ちょっと、もうちょっと広いとこで振ろう。向こうで。あ、でも、寝室だろ、あれ。そうだ、向こうの方が広いんだよ。え、こっちの方が広くない。いや、向こう、意外と広い。意外と広いって。お前、来てみ、意外と広いから。意外と。オッケーしたらごめんね。あ、したら落ちちゃった。したてめえいきなり何すんだよ。タップしたら話せよバカ野郎。ごめんごめんごめん、あと細かいこと全部後で言うから。あ、とりあえず俺たちと話し合わせろ今から。分かった、なんだよ。ケーキとろうそく。あ、ケーキとろうそくだよ、出せよ早く。だよ、なんだよ。これはケーキだよ。んで、ろうそくがこれだ。お前、ちょっと待てよ、おい、なんでモンブランなんだよ、お前。これしかなかったんだよ。お前、しかもろうそくでかいよ。いろいろ文句ばっか言うなよな。何すんだよ。なんだこれ、おい。あ、なんだよ、お前よ。火やるか。あ、火貸せよ。うん。なんだこれ、おい。なんだよそれ。もうしょうがないから入る。おい、なんだ、なんだ、なに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 なんだっつーの。いいか、おぎ、行くぞ。ああ、なに、誕生日と言ったらじゃん、バースデーケーキだよ。だよ。
うん、そうだな、ちょっとごめんね、ちょっとね、びっくりさせようかなと思ったんだけど、ちょっとこれはさすがに変だよね。いやこれ最高だよ。え、面白いしさ、俺モンブラン大好きなんだよね。え、何、お前らここまで調べたの？うん、そうだ、そうなんだよね。けーせ、あ、ここは歌わねえんだ。今日お前らによ、びっくりさせられっぱなしだな。何何、今日おぎなに誕生日なの？何が何が、そうじゃん、だっておぎ今日誕生日じゃん。もう何言ってんだよ、したらお前遅いよ、もう誕生日ドッキリ終わっちゃったよ。誕生日ドッキリ、だからあれじゃん、だからお前がビデオ屋行ったらスタートね、誕生日ドッキリスタートの合図だったじゃん。ああそうだ、あのビデオ屋俺行ったんだけどさ、あの悪ガキたむろっててよ、やっぱ丸腰じゃ怖いからよ、あのヌンチャク持ってこうかなと思って。あ、ほらまだ俺ビデオも返してねえんだよ、だからヌンチャク。あ、何すんの何すんのって、よこせよ。なんだってお前、なんだって俺のだからだよ。ちょっと待って、したらお前なんだよ、したら何してんだよ。なんだよ、もうあげちゃったよプレゼント、お前ドッキリ進んでんだよ。遅いよ。なんであげちゃプレ、あ、これな、これな、あの、まあ、みんなからなんだけど、これしたら買ってきたんだよ。あ、そうなんだ、うん、ありがとな、したら。ありがとうな、な、これしたら買ったんだよな、うん、いや、買ったのは俺だけど。なあ、これお前買ったんだよな。いや、買ったってこれずいぶん前から。センスがあるな。お前は実にセンスがある。あ、そう。何、俺センスある？ある。そうだよ。俺の欲しいものをよ、ズバリ当てるなんてお前すげえセンスだよ。お前の欲しい。じゃあもういい、オッケーオッケーオッケー。じゃあとりあえず誕生日パーティーということで、レストランでさ、パーティー行っちゃうよ、レストランで。あ、だな。ちょ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 。ちょっと待って、ここでやんないの？いやいや、金使うことねって。俺はさ、お前らに祝ってもらうだけでも十分なの。だからいいよ、ここでやろうよ。あ、じゃあ俺ね、お酒とかつまみとか、まあ適当に買ってくるわ。あ、待て待て、おいおい、あ、それはじゃあ俺が行く、俺が行く、俺が行く。手村、俺に行かせてくれ。いや、それにさっき、いろいろ言って悪かったな。あ、いや、その件に関しては本当に俺の方が、ごめんなさい。じゃあ行ってくる。あ、俺金払う、金払う。いいよ、俺、V シネ決まっから。なんとかごまかせたな。あ、もう疲れた俺。何やってんだよ俺。おぎ誕生日なんだよ。いや、それは分かってるよ。あ、おぎ騙そうとしてんの？うん、まあ簡単に言うとそういうことだけどな。あー、面白そうだな。いやいや、あの面白いとかそういうんじゃねえんだ。まあいいよ、とりあえずあともう普通に誕生日パーティーやったらもうそれで終わりだからさ。はい、もしもし、日村です。はい、クールプロダクション。あ、おぎの V シネの件ですか。あ、それ合格ですよね。はい、僕の方から言っときますよ。はい、あ、はい、わかりました。はい。どうした、おぎオーディション落ちた。絶対合格するんじゃなかったのかよ。何空手バカ一代のバカ息子っていう、その V シネのさ、オーディションに落ちたんだよ。ん、なんで、別にいつものことじゃねえかよ。違うんだよ、今回だけはちょっと違うんだよ。おやべえぞ、これさ、あいつ自殺かもしれねえぞ。やばいな、落ちたこと言うにはちょっとタイミングが悪すぎる。どうしようか。うん、でもそんなん正直に言うしかねえんじゃねえの。まあそうなんだけど。じゃあどうする、じゃあお前らのうちどっちが言うんだよ。お前だろ。何のことか言うんだよ。お前が電話出たろ。お前さっきはっきりしたじゃないか、伝えときますって。だってそれはさ、あれじゃんよ、ちょっとあれじゃんか。何でだ、お前だろ。あ、じゃあ俺ちょっとビデオも返さなくちゃ。だからよ、あとこれも持ってきかんな。ちょっと待って、じゃあな、俺行くよ、バイバイ。ちょっと矢作さん、俺絶対言えないの。なんでだ、言えよ。あ、オッケー、じゃあさ、こうしようよ。じゃあ、あのさ、かっこいい方がじゃあさ、言うことにしようね。ああ、よかった、じゃあお前じゃん。そんなこと言ったことないじゃん、お前さ。お前じゃん。ちょっと待って、俺は言ったことないけど、周りはそういうふうに言ってんだよ。何周り言ってる。俺を聞くんだもん、日村と俺どっちがかっこいいって聞いたんだもん、この前、みんなに。そうそう。ちょっと全員がお前だって言ったよ。全員が言った。全員が言った。マジでそれ。うん。じゃあ俺言っちゃおうかな。そうだよ。全員でも俺、なんて言ってるかわかんないもん。イエーイ、ただいま、前だった。いやさ、テンション上がっちゃってさ、階段二段飛ばして行ったらすっ転んじゃって二十段ぐらいダダダダダダダって転がっちゃってさ、でもテンション高いから痛くないの。で、盛り上がっていこうよね。あれ、したろ？ん？あ、したらはどうしたかな、あれな。いいえか。何？さ、おぎさ、ん？あれどうなの、その V シネっていうのは、なんか出て意味あんの？ああ、そうだな、うん、V シネは確かに出たとこであんま意味ないっていうか、ダサいって、うん、まあ、わかるわかる、そういう意見、わかるんだよ。だからさ、俺の演技でな、V シネってもんを変えてやろうと思ってんだよ。俺今よ、超燃えてんだよ。
もうどうしようこれ早く言えよ絶対言えないじゃん俺分かったじゃあ俺が言ってやるよよし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 おぎなんだあんな実はなさっき電話があってお前の V シネの結果が分かったんだ本当かああで、うん、どうだった受かりましたやったやったハッピーバースデー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 ディアオーギーそして V シネおめでとうどうすんだ知らんよ知らんよお父さん、心配だったんだよね不安で不安でさでも受かったんだ今日は最高大丈夫あ、ごめんね、ちょっとうわー泣け泣けどうすんだよ、これ知らねえよ、お前が早く言わねえからだろうが嘘言うことねえじゃねえかよいや、しょうがねえなどうすんだよ、なんかいいアイデアあんのかああこうなったらな、うん、嘘突き通すぞあお前、こういう言葉知ってっか何嘘も100年突き通したらもう嘘をつかれた方死んじゃうっていうなんだそれそんななんだよ本当になんだよ正直あれ大木あ聞いたかしたらあー泣け泣け泣けしたら来たら来たらいいじゃねえかよ V シネなんかよなあんなの落ちたってよえ落ちたうんお前落ちたろあ階段から落ちたろお前あ階段ね、うん、階段落ちちゃったうわ、お前どうしたんだよそれもうさ、テンション高いから全然痛くねえんだこれああ、そうか、大丈夫か大丈夫、大丈夫まあまあ、でもな、V シネはよあんなのだってほら、つまんねえじゃんかだからよ、俺が変えてやるよな、だから任せとけ、したら何言ってんだよ、そんなことできるわけねえだろつうかよ、いいんだよ、あんな V シネなんてよあんな何ちっちゃいさ、狭いとこでなんだ汚ねえだろ、あんなのよもっとでかく行こうよ、お前はグローバルによちょっと待って、お前、何言ってんのねお前まさか、お前V シネバカにしてんのね。あ？おい、そうだよ。お前はなんだ。その未来のさ V シネの第三部かってなんだそれ。おお、本当だよ。何言ってんだよお前よ。なんで俺おぎを励まそうとして。うるせえな。そう余計なことしなくていいんだよ。お前帰れ。あ？帰れよ。帰れって俺ここに住んでんだよ。お前今日どっか出てけよ。あ？まあ、頭切らしてこい。なんだよせっかくいいもん持ってきてやったのによ。何これ。あ？それよ今ビデオ屋に行ったらよ。まあ俺こうやって持ってったじゃんそしたら不良には全然仕方されたんだけどよ店員がさこれ見て「あカンフー好きなんですか?」とか言ってきて「ああまあ」つったらくれたんだよえ何なのそれ、うん、なんか今度ハリウッドでねカンフーものの映画撮んだって、うん、で日本人をオーディションするんだとその応募用紙だよマジでおぎ受けろそれやれマジでああでもダメだこのオーディション受けたら V シネの撮影と丸かぶりだこれ無理無理無理だからそれ落ちたろ、うん、階段から落ちたじゃんお前まあ階段は落ちた確かに階段からな、うん、あんなに落ちたのにだよ大した怪我もしなかったってことはお前はアクションスターの素質があるってことなんだよあそうなんだお前多分ねハリウッドのこのアクションに耐えられるねそうだ V シネなんかよりハリウッドだよそうだよし決めんなら早い方がいい俺が今から V シネに電話してやる V シネに電話ってすげえ漠然としてるうるせえんだようるせえんだよできんだよ俺ができんだよでもなでもなじゃないもう決めろそうだな、うん、役者だったらハリウッドだなよし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 あ、もしもし V シネさんあのね、時ねあの V シネ出ませんのであ、行っちゃった行っちゃった行っちゃったあの、今電話してねえよこいつもやめてやめてもう何も言わないでよオッケー、じゃあとりあえずじゃあ、おぎのハリウッド進出&誕生日パーティーイエーイめでたい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 よかったよかったもうたくさん買ってきたんだよおい小木お前はあれ今日でいくつになるんだっけあ小木ひろあき30歳ですよく生きたねあっなになにえまだ何かあんのねえなになにやばいぞこのオーディション年齢制限があるマジでいくつまで29だ29じゃあ今日でちょうど荻アウトじゃんどうすんだ俺もう何の策もねえぞいいかこういう時にはたった一個だけ方法があるんだよあ逃げんだよそうだな行くぞあうれー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 うれ
始まる麻雀の星を楽しいよ。いーちゃん、りゃんちゃん、やめられ止まらない、楽しい夜更かし、明日は休み。何してんだよ。ただいまー。おう、おかえり。何だよ、おきおき、何やってんの。仕事思いついた。なあ日村、ダーツやろうぜ。いいね、二人きりでつまんないからダーツやろっか。よし、あのこちらのさ、つまんねえからさ、今日壁投げよう。壁投げよう。よし、じゃあ俺からな。よし、うおよし、俺行くぞ。問題あるなこれな。分かってたよもう。え、なんで。バカじゃねえんだから分かるよそんなもんなあ。何やってんのお前。え、いやこれこれでこれ見りゃ分かんだろ。アマさんか。違うよね。これアオベとんのかなあ。ん、給食のおばさん。違うよ、なんで女女で来んのね。それで給食のおじさんにして、うん、もしくは給食のおぎさんにして。おい、正解、給食のおぎさん。違うよ、いるわけねえだろ、そんなのよ。忍者だよ、忍者。おぎかげだよ。あ、おぎかげ。あ、お前らさ、あの府中にあるさ、府中江戸村知らないの。府中江戸、あーあー、あの府中ゴリラ軍団で有名だな。まあまあ、ゴリラで有名なんだけどね。ああ、ゴリラ軍団俺も知ってる。うん、うん、でも、忍者もいるんで。あ、そういえばさ、この新聞なんか、そんなこと書いてあったよ。なになになに、忍者のこと書いてあんの。ほら、あったあった。府中江戸村、府中ゴリラ軍団が今人気、ゴリラが芸をする姿に。まあゴリラで有名なんだけど、府中江戸村には忍者もいるの。でこれゴリラって何するのかな。何なんだろうね。じゃあさ、だからお前たちさ、ねえ、ゴリラで有名なんだけど、それはね、忍者がちゃんと陰で仕事をしてるからなんだよね。なんだよそれ。とにかく忍者なのね。今度さ、俺さ、その府中江戸村の忍者ショー出るんだよ。忍者ショーか、うん、俺やっぱゴリラ軍団のが見てえな。あー、俺もゴリラ軍団が見たいな。ゴリラ軍団ばっかフィーチャーしないでね。忍者もいるの。府中江戸村側もさ、ゴリラばっかクローズアップしてよ。忍者あまり押さねえんだよ俺出んのに。もっと忍者をクローズアップして。してって俺に頼まれてもな。だからお前さっきあんな変なことやってたの。変なこと、変なことなわけでもねえよ。これ忍法は隠れ身の術じゃねえかよ。あれ隠れてたのか。隠れてたよ。ただいまー。ただよ日村、日村、日村、ちょっとこれ見て、これ見て、このバイクかっこよくね。このバイクかっこよくね。かっこいい、かっこいい、かっこいいだろ、うん、買ってくんね。なんで買ってくんね。なんで買わなきゃいけないんだよ。なんか買ってくんねってか。え、買ってくんねってか。テカって言うんじゃねえよ。なんで買ってくねってかだよ。買ってくんねえの。買わねえよ。なんでケチ、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 ケチ。あ、ヤギ、ヤギ、うん、これ見て、これかっこよくね。このバイクかっこよくね。おお、いいね。これ買ってくんね。やだよ。なんで買ってくんねってか。なんで買ってくんねえってか。なんで買ってやんなきゃいけない。なんでもケチ、ケチンボ、ケチンボだお前は。お前あれ知ってんだぞお前よ。お前アリとキリギリスのアリ並みに金貯め込んでんだろお前よ。うるせえな、貯めてたとしたってな、お前にバイクを買ってやるために貯めてんじゃねえんだよ。それに俺のことアリって言うなお前。うるせえなお前、虫みてえな面しやがってよ。うるせえなこの野郎。うわ、虫が喋ってんの。うるせえなこの野郎お前。あ、おぎ、おぎ。あ、お前金持ってねえか。あ、なんだその格好は。忍者だよ。あ、忍者か。あった、はい、かっこいいんだよな、まあまあまあ、ちょっと、ちょっと待ってね、俺今乗ってあげてんだからさ、ほったらかさないでね。ああ、そっか、ごめん。あったー。
ああ欲しいなこれな、このバイクよ。お前よ、金が欲しいんだったらよ、働けよ。バイトしろ、バイト。バイトか、めんどくせえな。出たよ、お前さ、その年でな、働かねえのはダメ野郎だぞ。おい、いいか、日村。今な、日本はな、不景気不景気言われてて大変な時なんだよ。そんなことはな、お前に言われなくたって知ってんだよ。ああ、そうか、じゃあこれ知ってっかな、お前。おい、いいか、国民総生産ってあるんだろ。あ、まあ、GNP だよな、GNP。今の日本、この不景気でどん底の日本のな、GNP が落ち込んでないんだよ。あ、そうなの。うん、これなんでかわかるか。いや、わかんない。いいか、教えてやるよ。これはな、フリーターのおかげなんだよ。お前、バイトってのは簡単に言うけどな、何の保証もない労働条件で働くフリーターがいるからこそ企業は助かってんの。今の日本のな、経済はフリーターで持ってんだよ。だからな、お前フリーターバカにしてんじゃねえよ。おお、したら逆転勝訴だな。ちょっと待てよ。お前偉そうに言ってるけど、お前プー太郎じゃねえかよ。おめえフリーターにもなってねえんだよ。バレた。バレたじゃねえよ、お前。おい、プー。はい。お前何だったらやんだよ。何だったらって。バイトだよ、バイト。何だったらやんだよ。ああ、別に俺は楽で金がもらえれば何だっていいんだよ。でかよ、楽で金がもらえれば何でもいい。おめえは違うの、聞いて。違うんだよ、違うんだよ。俺は年収ね、4000万ぐらいありゃいいんだよ。違くねえじゃねえかよ。年収4000万くらいありゃいいってなんだよ。バイトで4000万もいくわけねえじゃねえかよ。そんなバイトねえんだよ、うん、ないかな。いや、あんの。殺し屋だよ。お、なるほどね、殺し屋ね。確かに時給は良さそうだよね。殺し屋って時給なのか、あいつら。あのさ、有名なさ、殺し屋がアシタントを募集してるやんだよな。あ、お前さ、有名なさ、殺し屋知らね。うん、俺は知らねえんだけどな。ただ、有名な殺し屋を知ってそうな人を一人知ってる。おーおー、すげえぞ、うん、なんでそんな知り合いがいるんだよ。まあまあ、知り合いってほどのもんでもねえけど、まあ、あの人だったら多分知ってんな。誰誰。ああ、斎藤隆夫って人なんだけどな。斎藤隆夫、誰。うん、ゴルゴ13の作者だよ。ああ、はい、ゴルゴ13の作者ね。確かに知ってそうだよ。だろ、うん、ちょっと待てって。どうやって聞くんだよ、お前。お前知り合いじゃねえんだろ。バカだな、お前。世の中にはな、便利なもんがあんだよ、お前。21世紀だぞ、21世紀。お前、21世紀だぞ、21世紀よ。さあ。電話帳か、バカ。てめえ21世紀だったら、せめてネットで探せよ。ネットにはウイルスがいる。電話帳にゴルゴ13の作者って載ってるわけがねえだろよ。あった、斎藤隆夫。え、あんの。あったの。おい、したら、僕電話しろ、お前。え、俺がすんの。当たり前だろ、お前。殺し屋は行動力だろ。あ、そうなの。早くしろよ。あ、分かった。うん。おい、どうだろう。ここだ。なったあの、斉藤さんのお宅ですか。そうだって、そうだ。当たり前だろ。お前斉藤たちに電話してんだろ。あの、あ、すいません、高尾さんはいらっしゃいますか。はい、呼びて。結構広いからだな。持ってか。あ、もしもし、有名な殺し屋を教えてほしいんですけど。あれ、あの、ちょっと、ゴルゴ13の作者の斎藤隆夫さんです。え、違います。あ、すいません、間違えました、すいません。おいおい、ヤギ、偽物の斎藤隆夫だぞ。マジかよ。偽物じゃねえんだよ、その人も本物なんだよ。来たら、でも大丈夫だぞ、斎藤隆夫さん、あと13人ぐらいいるからよ。次、この荒川家の斎藤隆夫。ちょっと待って、もう待って、やめろよ、もう切れ電話。もう座れよ、お前らよ。なんで本物の斎藤隆夫さんだとしたってよ、殺し屋なんか知ってるわけがねえだろっつってんの。いやいや、あの人だったら多分知ってるよ。そうだよ、まあ、ゴルゴ13の作者だぞ。まあ、俺昔あれゴルゴ B だと思ってたんだぞ。知らねえぞ。いいか、じゃあ仮にだよ、仮に斎藤隆夫さんが殺し屋を知っていたとしてだ、うん、ですぐにお前に教えてくれたとしよう。ですぐにアポを取って、うん、運よくしたらが有名な殺し屋のアシスタントになれたとしよう。バイト代も年収4000万もらえたとしよう、うん、そうするとだよ、お前が人を殺すことになんだよ。そんなことやんのか、お前が。あ、そこ俺全然考えてなかったから。あ、そっか、ダメだ。お、ヤギよ、あのさ、
あの人を殺すことに全く関与しない、うん、あのアシスタントで、うん、なおかつ有名な殺し屋がアシスタントを募集してて、そういう殺し屋をあの教えてくれ。知らねえよ、お前ややこしいな。だって俺殺し屋関係に詳しいわけじゃねえかんねえ。じゃあそんな最初から言うなよ。知らねえよ。なんだよ。知らないよ。じゃあさ、うん、巨人の4番は、うん、巨人の4番ってさ結構もらえるんでしょ。あ、巨人の4番ね。うん、いや巨人の4番はちょっとプレッシャーかかるぞ。あ、なあ、俺がさ、もしねプレッシャーに押しつぶされそうになった時に、うん、優しい言葉をかけてくれるか。もちろんだよなあ。そりゃそうだよ。見にも来てくれる。おー、行く行く。当たり前だろ。いや、俺やってみようかな。よしよし。お前らバカか、本当によ。巨人の4番のバイトってなんだよ。そんなのできるわけねえだろ、お前によ。いや、まあまあ最初はよ、それはチームメイトとな、ギスギスはする。そうだ、そりゃそうだよ。だってバイトはいきなり4番に座っちゃうわけだから。そうだ、だって後藤とか元木とか元木が、ね、あと番長がいいんだろ。それ何を言ってんの今さ。できるわけねえだろ、お前によ。あ、巨人が無理ってこと。あ、いや別に俺はパでもいいよ、パでも。なんだよ、おめえパだったらできるんだよ。パをバカにするんじゃねえよ、お前。いいよな、伸び伸びできそうやね。そうだよ、黙れ。真面目に考えろよ、お前。ガソリンスタンドとかあんだろ、やれよ。あ、ガソリンスタンド俺ダメなんだよ。あの匂いがさ、もう気持ち悪くなる。じゃねえよ、お前。だったらお前、道路工事だとか、俺建築現場とかいろいろあんだろうよ。あー、肉体労働か。時給いいんだよ。肉体労働ってさ、あのこう肉体が疲れるイメージがあるんだよな。当たり前のこと言ってんじゃねえぞ、お前。お前も働きないな。あるよ。ないよ、お前。あるよ。お前さ、本気でさ、働きがあるんだったら、府中江戸村でよ、忍者募集してんだよ。まんま大した金もらえねえけど、時給がね、1800円とか。忍者、うん、おお、したら、やれやれ忍者。時給1800円は結構高えぞ、うん、いいかな。うん、じゃあ忍者でいっか。うん、じゃあ忍者でいっかじゃないよ。忍者はね、そう簡単になれないんだよ。あ、そうなの。え、どうすりゃいいの。試験があんの、忍者試験が。忍者試験。あ、じゃあ今さ、忍者試験してやるよ。おう、ああ、よし、じゃあ俺をまず見つけ出せな。で、お前向こう行って、俺隠れてから。ああ、隠れてんの見つけ。ああ、オッケー、いいよ、オッケー。よしよし。そんなのバレるって決まってんじゃんよ、お前。逆に目立つよ。お前ら絶対教えんだよな。教えんだよ。いいぞ、設楽。はい。いきなり聞くんじゃねえよ、お前。探せよ、お前がよ。だから教えるまでもないし、見ればわかるから。なんで見る。お前明らかに一箇所おかしいだろ。なんでどこ行ったの。お前ら本当こういうの教えねえのな。なんでわかんねえんだよ。多分バカなんじゃないかな。終了したら終わり、終わり、終わり。あれ、あれ、どこ行った。お前どこ行った。どこ行った。全然わかんない。どこ行った。逆な、逆。お前隠れろ。あ、俺隠れる。あ、オッケー、オッケー。ほんで、しお、これ使うか。あ、ちょっとやる。ん、ちょっと、ちょっと何、ちょっと、なんだよ。ちょっと俺の上に座れ。え、それは無理だと思うよ、俺。大丈夫、無理でしょ。俺の上に座れ。マジかよ、お前。だってもう高くなっちゃってるぞ。いいよ、ね、なんだお前、お前これ俺も協力するのかよ、お前。だから、お前ら言うなよ、絶対言うな。おかしいな、絶対言うよ、こんなの。俺うるせえ、絶対言うなよ。おげん、いいよ、おげん。おここに固執してんだ。行っちゃったよ。いた、いた、いた、いた。おぎ、終わり、終了、終了。どこにいたの、どこにいたの。まだ、まだ
だよ。マジで、うん、すげえ。すげえ。すげえ。バカだこいつら。かなりバカだな。よし、じゃあ次の試験。あ、次、うん、なんで俺もう合格じゃねえの。合格なわけねえだろ。忍者のバイトの条件、バク転。これができなきゃよ、雇ってもらえねえんだよ。え、ちょっと待って、じゃあ今の何だったんだよ。今のは気持ちが見たかったんだよ。気持ちが見た、え、俺の気持ちどうだった。とても気持ちよかった。あ、そっか、うん、うん、分かった。で、バク転できる。バク転はできない。あ、そう。あの、でもあの、ふかふかの上だったらできるかもしれない。ふかふかの上だったらできるんだな。うん、よし、じゃあ特別だぞ。日村、ちょっと布団貸してくれ。うん、布団、うん、よし、じゃあここでやるからさ、これどかしよう。あ、オッケー。あ、バク転するのか。バク転しよう、バク転だって試験。ソファ、下げちゃった。あ、ちょっと、あげ、それ下げてくれ。これ広くするから、うん、大丈夫だろうな。おぉ、はい、おぉ、何か結構痛くねえだろ。だからこれなら大丈夫だろ。あ、このぐらい太くかかったらいけるか。よし、いけ、うん、よし、じゃあやってみろ。うん、俺よ、あの、中学の時はバク転と、あとバク宙もできたの。あ、そう。あ、バク宙手使わないやつだ。使わないやつもできた。じゃあできんじゃん。そうだ、だからできるよ。久しぶりだからね。いっちゃおう。ちょ、見てる、ちゃんと見てる。見てる、見てる、見てる。てら何見てんだよ。見てる人が見たんだね。そうだよ。やれよ、はい。ああ、分かった。みんな当たり前ですよね。あのさ、バク転ってね。何よ。じゃあバク転って聞いて。99% の勢いと、あと 1% の何かって。いいや。なんだっていいよ。じゃあ、あれ何だと思うか言ってよ、一応。はいはい。ダイナミックさ。ああ、年違うんだよ。うん、まあ、勇気とか。勇気違うんだよ。違う。うん、ジャンプ力。まあ、ジャンプ力、まあ、違う違う、 99% の勢いと 1% のタイミングだ。あ、うん、息ができない。何やってんだ。息ができない。そうださくね。何もさ、ね、ちょっと飛んだだけじゃん今の。そうだせえよ。俺 1% のタイミングをずらしてるよね。だせえ。まず出るわな。お前ちまで、俺なんでだせえだせえ言ってんだよ。もうだ、止めできんのかよ。バク転ができに決まってんじゃん。お前絶対できねえだろ。俺やる必要がねえだろ。お前できるんだったら見せてみる。できるんだったらちょっとやって。できるんだったら見せてみる。見本見せてあげて。いや別にいいけど、俺別にできても忍者やんないよ。できるよ。バク転できる。バク転ができるよ。もう行っちゃおう。やれやれ。いや何やってんの。何やってんの。バク転をすりゃいい。なんだよ。寝なくていいから早くやって。やれ早く。マジかよ。何よ。なんだよ。なんでこんな時に肩いてんだ。え、え、俺ほら肩に爆弾持ってんじゃん。知らねえよ。初めて聞いて。何それ知ったよ。いやマジすげえ熱持ってる。あ、さっきまで言ってなかったよ。そんな重なったら余計言ってたよ。余計言うから今できるんだろ。できねえからそう言ってよ。できない。別にできなきゃできねえっすよ。いいんだよ。こんなタイミングでだって痛くなんだもん。いやいいよ、じゃあいいよ、やめろ。もういいよ、いいよ、そんなんだってやるよ、別に。なんだよ、やるんだって言わないよ。最初から気持ちよくやるよ、お前。いいよ、もういいよ、右手ぶっ壊れてもいいよ。何言ってんだよ。早い早いよ。お前全然足も浮いてねえしよ。そうだよ。爆弾の方思いっきり言ってんの。全然かばってないの、右を。何やってんの。これどうしようもないね。できないんだったらやんなきゃいいんだよ、最初からさ。そうだよ、ね、うるせえな。お前だけには言われたくねえんだよ。何よ。お前がバク転のこと語ってんじゃねえよ。お前のことできるわけねえだろ。何が、だって俺、何できるよ俺。お前できるわけねえじゃん。やれよ。いいよ、じゃあやれ。じゃあやろ。え、もうできんの。そしたらちょっと向こう引っ張って。あ、なんでこれちょっと、うん、ちょっとあの助走つけっか。ああ、全部そうなんすね。あ、オッケーオッケーオッケー。いや、もうできんの。いけ。じゃあ、あの側転からバク転ね。マジやるじゃん。え、できたことあんの。うん、もうできんの。よいしょ、いきます。あ、もうダメだこれ。ちょっと待って、バク転まで到達してねえよ。途中でもう諦めちゃったよ。ねえ、側転もできたわ。もうみんなダサい。あ、特にね、日村が一番やっぱダメだった。うるせえよお前。一番ダメ。お前だってバク転やるよ早くよ。お前ほら、お前忍者とお前もういらねえから布団なんだよ。バク転やるよお前。当たり前でできんの。いや俺早くバク転やってみるよ。これ忍者だよね。おう、おぎかけおぎかけ回れ、おぎかけ。俺そんなこと言われたら俺やる気なくすな。俺もうできねえんだろお前やっぱよ。できるよ。いや、あれ、バク転やれよ、早くよ。お前さ、なんだよ、カラオケボックスでさ、歌手になんか歌えっつってるようなもんだぞ。くだらねえ、どこか言ってんじゃねえ、早く、俺よ。できねえんだろ、おめえ、やっぱり。じゃあやってみろよ、バク転よ、早く。おー
やっぱなんできんだよ。なんでできんだよおめえよ。あ、そういうことね。なんか今のでもちょっと分かった、思い出したわ。え、なに、やんの、え、今度は行こう。あ、もうダメだ。何だっけ、お前、ワイ布団ダンスって言うのよ。何だよ、何だよ、全然。あの、だって持つやつあんじゃん、しっとり。ああ、あれじゃダメ、一回後ろに飛んで回るやつね。そうそうそう、あの、出しかけてピョーンってシューッ、あれだったら、あっちは簡単なので、うん、なんかできそう、それなら、あれできればいいでしょ、合格でしょ、できる、あれでいい、いい、あれだ、ちょっと日村これやっとね、うん、あの、ちょっと、こっち、うん、あ、これでも結構高くまで上がるんだよね。そうだね。あ、大丈夫かな、全然気をつけて。ああ、だちょっと待って、あ、一回練習、こう、ちょっと、じゃあイメージしよう、イメージしよう、うん、パンパンパンの、のトーンのガーンって上げてもらって、くるってきて、一回パンチ、オッケーオッケー、結構出ちゃわないかな、大丈夫、大丈夫だよ、いくよ、はい、グダグダじゃねえかよ、取れちゃうんだよ、スポンと取れちゃった。お前らなんだよ、わかんないけど、なんだ今、取れちゃった、ダメ、え、なに、これじゃあバク転できねえってことは俺忍者になれねえってこと。そうだな、忍びの道は険しいんだよ、うん、もっと修行を詰め。あ、でもあれだよ、そういえばさ、ほら、府中ゴリラ軍団ってさ、あの、ほら、ゴリラ回しのゴリラ使い募集しなかった。あ、ゴリラ回し、うん、だからほら、それ回しのゴリラ版だよ、ゴリラ使い、うん、ほら、あったあったあった、ほら、うわ、すげえ時給じゃん。え、嘘、いくらいくら。1万だったよ。1万、ああ、つうか、ワンステージ20分で1万。20分、あ、やるやる、俺それやる、俺、それ、見せて見せて、やる、え、マジ、え、何これ、でもこのゴリラ使いって何、何やの。で、要はゴリラをうまく扱えばいいんだろ。うん、俺ゴリラなんかうまく扱ったことねえよ。まあでも適当にゴリラやったらできるんじゃないの、大丈夫、うん、あれあれ、ちょっとなんか、ゴリラなんて簡単だよ、扱うの。そうなの、すごい簡単だよ。あ、いいよ、じゃあしょうがねえからさ、じゃ俺がしてやるよ、しょうがねえから。あ、早く扱えよ。今のどうやって扱えばいいんだよ。設楽がかわいそうだよ、お前。あんなんじゃ扱えないよ。え、ゴリラってこうだろって。ゴリラに見えねえもん。見えるよ、ゴリラも。もっと年老いたゴリラだよ。わけに老けてんだよ。何してんの、なんだよ、ひどいな、何やってか、そんなイメージねえよ、ゴリラ。ゴリラって違うでしょ。何だろう、ゴリラってこと、足をこうやって何、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 お前らさ、だから素人だっつんだよ。ゴリラの気持ちになる気持ちを入れるよ、この中によ。お前何も変わってねえよ、さっきとよ。おい、大根ゴリラ、大根ゴリラ、やめろよ、もうゴリラ、ゴリラをやめろっつって、ちょっとやめろよ、ちょっとやめろよ、ちょっと、おい、やめろ、豚ゴリラ、おい、豚ゴリラ、豚ゴリラ、おめえだろや、おめえが豚ゴリラだ。豚ゴリラだって、お前オラウータンみたいだから。あ、お前オラウータンだって、うしいな、豚ゴリラ、オラウータンだ。ちょっとやめろよ、ちょっとやめろっつってんだろ、やめろよ、立ってろよ。なあ、来たら、お前ゴリラ回しいけるぞ。お前いける、お前こんだけのゴリラ軍団よ、収めることができるんだからよ、これでいけるぞ。俺やんね、やだ、疲れちゃうから、やんね、やれよ、やんね、俺なんでいけるぞ、お前よ。やだ、俺やんね、まあ、でも時給結構いいんだよ。じゃあやんね、お前バイクだってすぐ帰るぞ。やだ、俺やんねっつってんだろ。いけると思うよ。やだ、俺やんね、いけるぞ。やんねっつってんだろ、これ出るぞ。あ、ゴリラコンクール。そう、ゴリラコンクール。府中では府中ゴリラ軍団の人気によって観光客が増加、府中市をゴリラの街へと、このイベントを開催。ん、府中が何、ゴリラの街になるのか。お、4人1組優勝組には賞金100万円だってよ。うお、もらった。さっきの俺らのやればさ、
いけるよこれ。おおすげえ、バイクもすぐ買えんじゃねえかよ。おお、これ出るぞ。オッケーオッケー、じゃあ特訓しようぜ。おお、ちょっとみんなゴリって。オッケー、ゴリちゃん、ゴリちゃん、これ日村の足見て、日村の足で顔大きい、ゴリってゴリってで、ゴリってゴリってってゴリって。ああ惜しかったな。まあでもさ、特別賞もらえただけよかったじゃん。まあね。でもあれだな、実際さ、客の前でさ、ゴリラっていうのはできないね、恥ずかしくて。ああ、嫌になっちゃった途中で。ね。だから客前恥ずかしいな。恥ずかしいね。だいたいさ、参加者もさ、大人の参加者俺らだけじゃん。そうだな。それもすごい嫌だな。おいしたら、そう落ち込むなって。そうだよ、商品棚のな、あのバイクもらえただけよかったじゃん。これさ、でもなんでこれバイクのおもちゃくれんの？あ、これな、バイクがな、この名前がゴリラって言うんだよ。あ、そうなの、うん、あ、ゴリラコンクールだからゴリラのバイクのおもちゃか。そうそう、よかったな、したらな、お前バイク欲しがってたもんな。まあ、おもちゃなんだけど。笑ってんじゃねえよ。負けたのお前らのせいだからな。なんだよ、お前恥ずかしいとか言ってよ。もう、ほんとあれだろ、ゴリラなんかよ、できねえんだろ、ちゃんとしたのは。できるよ、できるよ。なんだ、お客さんの前ならちょっと恥ずかしいな。言い訳だろ、ほんと 100% のゴリラなんか持ってないわけでしょ。持ってるよ、ほら、うめえよな。できるよ、見せられないでしょ。見せれるよ。じゃあやってみろよ。なんだよな、お前ら見せてみろよ。あ、やれるならやってみろ。やってやろうか、やってみろよ。だろ、違うじゃねえか。やるよ。もっとこれ言ってみろよ。全然だよ、もっとだろ。俺のバイクとトロフィー。ああ知らねえよ。俺も知らねえよ。うん、何だこれ。